とかにしてる、ね、こんなかかったことないけどな俺らのラジオでは完全にバカにしてる、もうなんか、はい、僕はもう知ってるからなんかあんまこう茶番的なやり取りをまあしたくないんですけども、春日さんがいないじゃないですか。あ、そうそう、ちょっとなんか仕事で遅れてくるみたいですね。あ、そうなんですか。そうそうそう、仕事でなんか あるみたいですよ。あ、なるほど。はい。なるほど。わかりました。じゃあ僕も途中から来てくれるんですよね。そうです。今日ビビって逃げたとかじゃないですか。ビビって逃げたとかじゃないですね。ですよね。なんか、あれは伝えてあるんですよ。うん、マスオさんがラジオで、このラジオで言ってた、その、どういう服装で来るのかっていうのは。いや、だからそれは、はい、僕は別に服装を指定したわけじゃないんですよ。そうですよね。僕にとっては、だからサンタさんなんですよね。だから、ね、いや、それはもしかしたら、うん、もしかしたらね、春日さんは、ただのお父さんなのかもしれない、うん、けども僕らみたいなそのね春日に夢を持ってる少年たちの前では常に春日でいてほしいっていうことなんですよ。でも逆に、はい、マスノさんが春日に夢を持ってくれてるっていうのがいや僕の中ではだってそうですよ。だからテレビでね、はい、あえて全部自宅も公開して、はい、もうあそこまでを春日としてるわけでしょ、はい、あそこまでを春日としたらもう全ては春日じゃなきゃいけないわけじゃないですか。本当つい最近でしたよね、スクール革命っていう日程、の番組見て、若林さん、春日さんって滑りキャラになってるんですかってびっくりして、で言ってもそんなになんか春日さんのやつを追って見てるわけじゃないから、いや僕の中ではあの春日さんがのイメージだったんですけども、うん、だからもう今ね今日遅れてきたっていうのも、はいはいはい、ほら漫才の時にこう遅れてくるじゃないですか、こうゆっくりあれのちょ場所遠いからまだ今向かってんすよ。スタートはね、スタートは同じなんですよ。若林さんとスタートライン同じなんだけど、若林さんはねここにで歩くのが遅いから遅れてる、遅いから遅れてるっていう演出なんだったとしたらもうすごいなって俺の中でもうギャラもらう大人ってアウトじゃないですかそれいやだから夢をねやっぱり壊してほしくないというか、なんか俺の中でやっぱりちょっとこうなんていうのかな、こう一つのキャラクターというかね、多分僕みたいな少年が全国にいると思うんですよ。でもしかしたらその夢を壊された少年もいると思うんです。スクール革命見ただの、なんか私服で歩いてる姿見ただので、でどうも春日っていうのはあのままじゃないらしいぞっていうのを、で小学校ででも春日は春日なんだって信じきってる小学生もいるわけですよ。その子がいじめられるんですよ。違うわい春日はいつだってピンクのベストだいっつって、お前バカかよお前よとか言って、芸能人がお前そのままの衣装で普段いるわけないだろうとかって散々いじめられてるんですよ。なるほど。で家に帰って両親に話すんですよ、うん、ね、そしたら両親は優しいからね、そうだね、春日はずっと春日なんだよっつって、春日さんのところに手紙が来るんですよ、一通の手紙がなんかそのバカリズムザムービーみたいな話で、ある時学校でいじめられてるね、その子がいじめられてるところに白いスレックスにピンクのベストを着た春日さんが来て、やめるたまえ君たちトゥースっていろいろ混ざったベイブルースとかなんかそういう感じがサンタクロースとかその春日さんであってほしいんです、はい、僕の中では。そうですよね、はい、いやそれとか自分の相方だからしかもそのいろんなタレントがいる中で増野さんがそう思ってるのが意外なんですよ結構マジでそう思ってるじゃんところあるじゃないですか。ちょっと特殊じゃないですか、ね、あの人って。多分俺他の人ではそこまで思わないけど、あの人はちょっと漫画ですよね。確かに。だから、ね、その自分じゃ気づかないですけど僕は、うんうんうん、確かにそういう風に世の中に出た人なんだなって、そう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 、改めて思いますよね、うんうん、そう聞くと絵のタッチが違うんですよ二人で並んでるとだからそっか。そうそうそう。隣に劇画なんですよ。なんか分かんないです。混ざっちゃってんすね。混ざっちゃってんすね。劇画と。そうそうそう。ねえ、じゃあまあ、で、僕はじゃあもう、その設定として、来てくれるんだっていう、はいはいはい、設定っつってもあれですけども。そうですね。ね、まあ、僕もどっちなんだろうなとは今思ってるんですけど。そうですよね。はいはいはい、はい。だからもう本人しか今知らないんですよね。どっちも何も、だからもう、僕は知らない T シャツの人来たらもうそれはもうちょっと、あれ、入り口で止めてほしいですし。そうですよね。うん、バカリズムの中ではそれは春日じゃないから。そうそうそう、春日じゃないですから。入れないですよ、ね。知らない人ですから。ゆっくり歩く知らない人ですから。
なるほど。俺も、まあまあ、どっちというか、なるほどっていう感じなんですね。そうそうそう。だから、うんうん、今日も、多分来ていただいたら、うんはいまあ、多分トゥースをね、やっていただけると思うんですけども、はいはい、トゥースは最近やっぱり、はいはい、はーってこう締めるのが早いじゃないですか。食い気味で締めるじゃないですか。はいはいはい、昔は、ね、トゥースつってしばらく間があって、笑い待ちして、はーってやってたんですよ。はいはいはい、もう今トゥースはーってやってるから、間が怖いから。はいはいはい。今日は僕の中ではもう、ね、僕のラジオに来てくれるわけですから、はい、僕のリスナーも、ね、それはもうみんな春日さんに夢を持った、ね少年たちばっかりですから。いや、まずそれは、だって、まず俺相方じゃないですか。はい、トゥースをやったとして、はい。で、それ、トゥースやったとこで、作家さんもちろん笑わないだろうし。だって、マスオさんだって笑うわけないじゃないですか。それは締めるの早いですよ、あいつも。それが分かってるから、それが分かってるから。いや、それでも、春日さんは受ける受けない、関係ないんですよ。あ、なるほど。そこの次元にいないんです。マスオさんの中で、ね。そうそうそう。ね、しても、僕、うん、もう極端な話、はい、もう漫才をね、二人でやってるじゃないですか。はいはい、その時も、春日さんは別に、ね、はい、笑わせようと思って言ってるわけじゃなくて、M1 の時も、ね、レッドカーペットで漫才、いろんなとこで漫才やってる時も、はいはい、常に、もちろん、コントロールをしてる若林さんは、笑いを取るために突っ込んでますよ。はいはいはい、でも、春日さんは、どの現場でも、常に春日でいるだけなんです。存在するっていうことがあの人の仕事なんですよ。なるほど。俺は本当に子供前にして喋ってるみたいで、多くを語れないですわ。いや、確かに、マスノさんの春日の評価、意外と高いですよね。高いですよ。いや、低そうじゃないですか。マスノさんとか、なんかさっきオープニング聞いてても、俺は、カノ君とか春日って、同じリング、同じ団体だと思ってたんですよ。もちろんあのトーク聞いて、カノ君の評価は低いじゃないですか。いや、でも春日もそこかなと思いきやなんですよ。いやいや、もう春日さんは別ですよ。マジで言ってますもんね、ロケバスの中とかでも。マジで言ってます。春日さんには。いや、なんかね、他のね、芸人と比べてもね、うん、春日さんはちょっと別次元なんですよ、みたいに言ってるから。あ、笑わそうなんて思っていません。なんだったら爆笑してる客を見て、何笑ってんのこれが春日ですけど、ね。なるほど、うん。いや、あいつ今、移動車の中で聞いてる。どんな心境なんだろうな。はい、ここでこの時間までに入ってきているニュースをお伝えします。報道部の桜林です。お願いします。はい、お伝えします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？すいません、ちょっと動揺しました。大丈夫ですか？いや、もうだってちょっと今ヘッドホンがすぐニュースに行く流れでした。取れました。失礼しました。大丈夫ですか？はい、以上この時間のニュースとお天気でした。ありがとうございました。桜林デスク、この後ついに本物の春日が登場します、ね、そうなんです、ね、楽しみにしていてくださいね。そうなんですね。興味ないでしょ。ありがとうございました。はい、メールが来ています。はい、ラジオネームメガネ玉手箱。若林さん、バカリズムさん、こんばんは。こんばん。僕も春日に夢を持っている少年の一人です。あの春日がオールナイトニッポンゴールドにやってくるなんて夢みたいです。あの春日が遅れてきてリスナーを焦らした分、第一声でどんな面白いことを言ってくれるかワクワクが止まりません。もう一つ来てます。石川県ラジオネーム体育祭。春日さんはまだですか？こんなに CM が長いと思ったのは初めてです。早く全人類の憧れである春日さんの声が聞きたいです。若林さん、はい、ね、どうですか？これ、あなたが思っている以上に、春日は春日なんです。国民にとって春日なんです。いや、でも、少年が自分のこと少年って言いますかね？いや、言ってるから、それ信じてあげましょうよ。ああ、そうか。春日さんに夢を持っている少年。タイトルが。件名が。ね、今ほら、楽屋裏をね、結構喋ったりとかね。そうですね。ね、要はそういうところを暴露してなんぼみたいな世界ですけども、うんうん、違うんです、春日さんはそんなところにいないんです。確かにテレビの流れがそうだからって、はい、簡単に、そんなことに乗っかっちゃいけないのかもしれない。乗っかっちゃいけない。本来じゃないですからね。だから、春日さんはね。もうゆっくり待ちましょうよ。もう来てんの、そろそろ到着するの。まあ、これをどこで呼ぶかっていうのもありますけどもね。そうですね。まあ、若林さんとはですね、
まあ、どれぐらい、最初に会ったのどれぐらいですかね。でも、がっつり、でも、がっつり喋るようになったのは日曜芸人ですよね、やっぱり。そうなんですよ。俺は、その前に、アメトークだとか、はいはいはい。アメトークで3つぐらい枠一緒だったでしょ？そうですね。女の子苦手芸人、人見知り芸人が最初だ。そうだ。男子校芸人っていました？いました、いました、いました。なんか同じところくくりに割となるじゃないですか。だから僕あの辺のトークで、はいはい。若林さんはもう同じ部類の人間だと、もうこっち側だっていうのがあったんですよ。はい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 。だからその後に、うん、松本さんの〇〇の話かなんかで一緒になった時に、はいはい。若林さんいつも通り、楽屋の隅っこで、はい、なんか飲料水のラベルを、お読みになってらっしゃったから、あっと思って、うん。僕も同じね、気持ちですから、はいはいはい、話しかけたんですよ。はいはい、全然なんか喋ってくんなかったんですね。あ、そうなんすか？あーはー、みたいな感じで。僕も、はい、あっち側にされちゃったんですよ。そこで、あーと思って。そんななんだと思って。で、日曜芸人始まって、で、ある程度話すようになって、はいはい、で、プライベートでもお茶に行ったりとか。はい、一回、山梨のね、温泉行こうって、野田くんと渡辺らおさんと、はい、行きましたね。小型の車にギッチギチになって、ギッチギチで、あれ、それで俺と増野さんしか4時間ぐらいのドライブで喋んなかったんですよね。そうですね。二人でブワーって喋ってって、で、結局その温泉空いてなかったんですよ。そうそうそう。山梨まで深夜2時間かけて行って温泉閉まってて、ねえ。引き返してきたんですよね。ねえ。そうですよ。あの時に結構一番がっつり喋ったでしょ？そうですね。そうですね。で、僕は、はい、で、そのまあ日曜芸人も始まって、はい、いろいろ話していく中で、はい、もう多分、なんだったら、うん、兄弟ぐらいの感覚、もう同じ血が流れてるぐらいの感覚だったんですよ。はいはい、同じ人間だと、はいはい。同じジャンルの人間だと思ったんですね。はいはい、ものすごくシンパシーを感じてたんですよ。はいはいね、だからまあ若林さんは多分、うん、こういう場面ではこうするだろうとか、はいはいはい、ああいうものに対してはああ思うだろうとかいう中の僕の中の若林像ができてたんですけど、はい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 、先日の日曜芸人の号泣事件、まあその回を見てない方知らない方もいると思うからざっくり説明すると、うん、バラエティーなのにクイズで失敗して、うん、芸ではなくネタではなくガチで悔しくて泣いちゃったっていう事件が、はい、あったんです。そこからもう番組の後半ずっと泣いてたっていう、ね、はいはい、ただ泣いてたって、ただ泣いてた、ただ泣いて謝ってたっていう、はいはい、よくオンエアしたなっていうことなんですけどもはい、はい、それで、はい、もうそれがものすごく衝撃だったんです。あの場はまあ笑って何とか言ってたけども、はいはい、若林像の中ではあんなところで泣く若林さんじゃないんですよ。はいはいはい。なんかもう完全にちょっともう壊れちゃったっていうか。ああ。いやまあ僕もびっくりしてるんですけど、それには。そこはもう自分の中では、もうなんか整理ついてるんですか？いや、あんまり大事だと思ってないとこがあって、うん、だから、あと、やっぱり、あれですよね、増野さんの評価が、うん、多分ね、俺ちょっと高すぎるんで低くしてほしいんですよ。加納くんまでとは言わないですけど。あ、僕の中の、うん。若林さん。この間も、はい、日曜芸人で、僕はアマちゃん見てるから、はい、リアクションで、ジェジェジェって言ったんですよ。そしたら増野さんが、まだ収録カメラ全然回ってんのに、うん、若林さんってそういうこと言う人だったんでしょうね。で、あれ言った時は思い切っても言ってましたよね、とか、すごい。いや、まだ待ってるから、マスオさん。終わってから話しましょうって言ってんのに。でもなんか、マスオさんの中で俺が簡単にね、いや、まあ、はい、TPO によってはあれですけど、ジェジェジェとか、はい、倍返しだとかを、はい、安く使う人じゃないっていうところに入ってるんだと思うんですよ、ええ。僕の中の若林像ではそんなのは言わないです。でしょ？そこを否定して生きてる人間。流行語だとか、まあ、もちろんそれはそれで、誰かが言うことに対しては笑って突っ込んだりとかはしますけども、自分が言うことに対してはものすごく拒絶反応を示すタイプだと思ったんですよ。はいはいはい、若林は、だから春日さんと同じで、はい、若林さんも若林さんなりに、若林はこれは言わないっていうのが絶対ある、その、自分のその、ブランディングがしっかりできている方だと思ってたんですよ。いや、松田さん、それはね、はい、しんどいですよ。
なんでですか。いや、俺も、いや、はい、やっぱ、マスオさんはね、はい、あの、やっぱ、マスオさんとザキヤマさんに俺に前から言いたいことあるんですけど、はいはい、いや、これね、変な意味じゃなくて、二、うん、人はね、うん、天才すぎてね、あのね、普通の人間をね、認めなさすぎる。違う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 。つまりどういうことかっていうと、はい、野田くんのね、悪口を言いすぎてる。鬼ヶ島の、ね。鬼ヶ島の。ダメだから、ダメな後輩だから、二人で、お互い接点があるからね。そうそうそう、あいつダメだよね、つって。そうそう。ロケバスでね、言ってるんですけど。そうなんですよ。いや、だから、あれで泣いた時とかも、うん、周りのバラエティの、いろんなスタッフさんに会ったら、うん、結構なことみたいな感じで、あれすごいね、みたいな、うんうん。すごかったね、みたいな。テレビで初じゃないですか、あんなガチ泣きって。俺泣いたの初めてなんですよ。ですよね。はい。それで、なんかやたら、マスノさんとザキヤマさんがさすがだね、みたいな。あんだけ芸人泣いたら、バラエティとして成立しないね、さすがだよね、って、評価が上がってんのが納得いかないんですよ、俺は。いや、ボクシング強い人が素手で人間殴ってそれは強いだろうみたいなことなんですよ。そんな泣いたぐらいで血の子の言うような人じゃないし、で俺も入院とかしたら絶対来てほしくない二人ですもん。だってめちゃくちゃ笑うだろうなと思って。で、マスノさんが早かった、やっぱり。ね、俺が泣き始めた時から、クククみたいな感じになって。ちょっと何みたいになって。楽しくてしょうがなくなっちゃう。僕、まあ、アイドル番組やってるから、そうそう、涙に免疫があるっていうのもあれなんですよ。いや、だから、俺もなんか泣いたところで、うん、現場がクラッシュしちゃうっていう意識はなかったんです。それはマスノさんの方に。なるほど。で、ザキヤマさんは、ちょっとぐらい普段ね、うん、はい、いいようにされてるから、俺が泣いたことでね、はい、慌てて欲しかったんですけど、もうロケットスタート、マスノさんが切ったもんだから、もう、すぐ来ました。追尾してきたじゃないですか、そこ。だから、それで二人の評価が上がっちゃったから、納得いかない。俺の好感度だけ上がって欲しかったんですけどね。好感度めっちゃ上がってましたよ、これ、若林さん。あ、そうなんですか。ええ。それは俺も狙ってたところなんで、ありがたいんですけど。若さま可愛い、若さま可愛い。何なんですか、ちょっとそこについてもちょっと話しましょう。何なんですか、若さまって。若さま、ツイッターにあれですよね、前まで来てたやつですよね。はい。いや、俺ね、はい、これ、まず、オードリーのファンの 95% はちゃんと応援してくれてて、うん、あ、そうなんですか。そうですよ。みんなが若さまって、もしくはどっかでこのラジオ の流れで、はいはい、若さまはって自分からなんか言ったんじゃないかっていうのもちょっとあったりする。いや、それはやめてくださいよ、松本さん。俺もうお茶できないですよ、松本さん。俺が自分から若さまって呼んでっていうことですよね。それはないです。それはないって信じてください、ね、まず。ないんですね。はい、はい、はい。で、95% はちゃんと応援してくれてるんですよ、はいはい、ありがたく。はいはい、ただ 5% にちょっと痛い奴らがいて、うん、それが若さまとか、かすみんとか。かすみん？かすみん。何ですか、かすみん。あ、これはね、俺は。何ですか、かすみん。俺は、これ説明するとさらにかすががごちゃごちゃしちゃうんです。一応、かすがでしょ。いや、ディレクター一緒なんで。一応、そうですよね。一応、じゃあ、もう言いますと、はい、ユーミンさんが土曜の僕らのオールナイトやってる役、うん、やでやってたんですよ、はい、役を、はい。で、ユーミンじゃないですか。はい、だから、かすがは、うんうん、これさらに今日のかすがの登場ごちゃごちゃすると思うんですけど、日本放送では、かすがではない。え？日本放送では日本放送では、かすみんという、キャラクターでやってるんです。え、なんか例えば、なんかそういうハガキのコーナーがワンコーナーあって、そこでは、カスミンだよーとか言って、なんかちょっとそのコーナーだけ演じるとかいうことじゃなくてですか？じゃなくて、もうオープニングの第一声が、土曜の夜、カスミンって言って始まるんですよ。え、ちょっと待って。違う、俺は信じないよ。そんなのないよ。カスミンなんていないよ。カスガはカスガだもん。カスガはどこ行っても本物のカスガだもん。じゃあ、それで水色のタンクトップを着るカスミンっていうキャラクターなんです。髪も水色？水色の、はい、タンクトップを着て髪を下ろしてるカスミンっていうキャラクターでラジオはやってるんですよ。いや、そんなのありません。これは違う人です。これは、僕は、信じてほしいのは、うん、まあ、そうです、はい。僕は不本意なんですよ。それは。そうなんですか。これは、俺は背中押してないですからね。乗っかってるわけじゃないんですね。乗っかってないです。一切噛んでないです、これは。なんで今日、だからさらにそれもどっちなのかなと思って。いや、もう、ほら、カスミンなんか入れませんよ。だって、カスがじゃないの。こっちがオファー出したのは、日本放送がオファーを出したのは、ね
K ダッシュのオードリーの春日さんですから。あの洗剤のね、ピンクのベストのですよね。そう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 、胸を張った人ですから、カスミンとか言われても俺。ね、それはもちろんそうなんですよ。ぶち切れますよ。胸ぐら掴んで。そうですよね。出てけですよ。普通に人のこと殴る人ですからね、松田さんですよ。誰だお前っつって。いや、そのね、うん、5% ぐらいの人たちが、うん、若様、かすみみたいな、うん。あ、そこなんですね。そう、いて、はいはい、で、その子たちが、なんかそのボーイズラブ的な、あの、うんうんうん、ものとかを好きで、うんうんうん、で、俺とかすがが、もう、本当にガッツリしたペッティングやってるような漫画が。あるんです。5% ですよ。95% まともなんですよ。はいはいはい、はい。で、ここの子たちがマスオさんのところに若様とか、送ってる、はい。いじめないでとかね。いじめないで。だから僕はその号泣会の時に、マスオさんに、事前に送った。俺は誤解されたくないから、マスオさんに。それこそ若林が若様って呼ばせてるんじゃないか、みたいな。なるほど、なるほど、なるほど。したら、送るまでもなく、いつも来なかったっていうことはあったんですよね。そこに可愛い、可愛い、つって。はい、可愛いっていうのが来たと。まあまあまあ、もうクレームじゃなかったから良かったんですけどね。だから僕の中でその泣いた若林っていうので、ちょっと一個僕、そのデータアップデートしなきゃいけないんですよ。はい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 。新しい新規のね、はい、若林さん。だからちょっとここをね、埋めていきたいんですね。あ、泣くまでのというか、あ、結構涙もろいんですか、若林さん。普段。俺全然泣かないですけど、うん、俺自分なりにちょっと考えてみたんですよ。うん、で、はい、泣いた時は、複雑にいくつかの感情が絡まってて、はいはい、わけわかんなかったんですよ。うんうん、でも最初言っちゃっていいですか。まず一個は、うんうん、この企画どうしたらいいんだろうって思ってたんですよ。うん、あのね、カロリーバイキング。カロリーバイキングね。どうなったらわーっとなれるんだろうって、ずーっと思ってて、で、2回目じゃないですか。うんうん、2回目でしたね。で、1回目がそんなに、これはあんまタレントが言っちゃいけないことですけど、うんうん、あんまり数字が良くなかったんですよ、カロリーが。そうでしたっけ？そうなんですよ、はいはいはい。で、頑張んなきゃって思ってて、うんうんうん、で、前回と全く同じパターンですよ。1回目失敗して。そうでしたね。次、もう決めるパターンが1回もなかったじゃないですか。なかったですね。だから決める以外盛り上がんないし、うん、で、決めたとこでわっとなってどうなるんだろうと、複雑に絡み合ってて。うんうんうん、で、まあ、あと、シェリーの顔が怖かったっていうのも。怖かったっつっても、怖かった。僕の中でのシェリーさんは、はい、僕はシェリーさんとは、もう二丁芸人ぐらいしか会わないから、はい、でも普段からシェリーさんと絡んだりすることがあるんですよね。はいはいはい。そこでは割と若林さんがちょっと強めに言ってんですよ。いじるんですよ、ね。英語で謝れなんて。それがね、そうそう。結構オープニングでも結構きつめになんかいろいろ振ったりしてるんですよ、英語で言ったりとか。はいはいはい。で、僕はまあそこまでないから、あれなんですけど、はい、だからそこがちょっと逆転しちゃったっていうなんかのもあったんですよね。もちろんあって、あと、うん、これはね、もう恥ずかしいですけど、はい、俺多分日曜芸人ずっとなんですけど、はい、やっぱ、マスノさんとザキヤマさんに認められたいんでしょうね。先輩二人に。先輩二人に。ちょっと後輩ですからね。そうそう。なんかね、できるなって思われたいんで。で、多分、でも、終わった後、マスノさんとザキさんが、うんうん、いや、若林くんあれ、どうしたのつって、あれ、どっちでもよくないみたいな。うん、そう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 。当たってもいいし、外してもいいから、うんうん、一番、なんか、いいんじゃないの、うん、泣くって感じじゃないでしょみたいになったっていうのあったんですよね、うんうん、そう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 。だから未だにね、だから分かんないんですよ。それ言ってもらってさらに泣きそうになってたんですけど。角塚さんまだみたいですね。じゃあ曲いきましょう。はい、はい、ということで引き続き、若林さんをゲストに迎えまして、はいはい、このお互いのイメージのギャップの溝をね、はいはいはい、をちょっと埋めていく作業をね、ちょっとしていきたいなと、はい、僕はもう なんかやっぱちょっと言っても、はい、まあ番組で仲良くなって、まあプライベートでたまにお茶するとか言うけど、はい、でもまだなんかこう若林さん側がちょっと距離を置いてるんじゃないかっていう不安があるんですよ。いや、距離というか、あ、で俺だから一個、お願いしたいことがあって、うん、多分ね、増野さんの評価が高すぎるんで、うん、そこに合わせようと思って、うん、すごくこう、オンで増野さんとお茶してんすよ、俺。噛まないようにとか、なんか、
オチ先に言って、はい、その後、あ、先行っちゃったみたいな感じとか出すのやめようとか。いやいやもらいます、そんな俺が。いや、お笑いの、なんかすごい、お笑いにすっごいなんか命をかけてるみたいな。もちろん一生懸命やってますけど。いや、普段は普段、だって僕だって普段ね、全然別に何でもない話するし。いや、でも構わないじゃないですか。その前に、いや、違う、その前に若林さんの中での僕の評価が高すぎるんですよ。いやいやいや。やめてもらえ、それはやめてください。いや、それは、俺、それ視聴者もそうだし、うん、視聴者と同じぐらいの目で見てると思うんですよ、俺は。見てない、違う。だから、俺の評価がちょっと高いんで、はい、言い方ちょっと変ですけど、はい、渡辺ラオウさんぐらいのとこにまで、こう。ど底辺じゃないですか。でも野田さんよりは上じゃない。野田より上です。もうだから、はい、もう、お互い何にもない話とかもしましょうよ。いや、そうですよね。何それみたいな。していきたいですよ、俺も。何それみたいな話して。結構でも何それって話してますけどね。例えば普段とかもね、はいはい、後輩とかと僕喋ってても、はい、なんかちょっと、はい、面白いエピソードとして話し始めたはいいけど、はい、あまりにも気が抜けすぎてて、はいはい、あれこれちょっとなんだっけこの話みたいなことって、日常であり、あるんですね、結構。そうなんすか。はい、何これみたいな。あ、そう。でもその何これが、なんか意味があるんですよ。ないですよ。ないですよ。あ、そうですか。そうだから、はい、僕もね、テレビとかで見てて、はい、もうそうだし、日曜芸人とかでも一緒にやってて、はい、俺もきっちりしてるイメージなんですよ、若林さんは。あ、そうですか。必ずちゃんと、はい、ね、ピリオド、話のピリオドがもう、綺麗に決まってるし、いや、厳しい。突っ込む時の、ね、山崎さんの、もう山崎さんが気持ちよさそうにしてるんですよ。そうそうそう。ね、いや、俺だから日常芸人ってなかなか成立しにくい構図ですよね。本当はね。俺と増野さんが待ちぶらしたらこうなるしと、俺とザキさんが待ちぶらしたらもう変な感じで組み合う時あるじゃないですか。そうそうそう。ありますあります。多分、あれ、基本的には一人いらないんですよ。常に何かあってる。あ、だから、それぞれが、多分、あれ、すごい絶妙なバランスだと思うんですよ。みんな三人ともでも大人だから、はいはい、引くとこは引くじゃないですか。引くとこは引く。実はもうちょっと三人がもっとなんか、もっと売れたいって思ってる三人だったら、ガッチャンガッチャンして、食い合ってるし。はい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 。そうですよ、本当は。そうですよね。そうそうそう。で、今日、山崎さんがわーって喋っても僕ら別にニヤニヤして見てるじゃないですか。そうですね。あれって、うん、ザキヤマさんとマスノさんって、はい、どうなんですか？なんかもう、ね、俺ね、なんか、一枚薄い壁みたいなあるような気するんですよ。多分ね、はい、僕もそれすごいわかるんですよ。はい。多分。全体が違う感じなんですか？なんかね、いや違うんです、はい。僕もね、山崎さんは、もう、デビュー、僕、ちょっと山崎さんの方が先輩だから、アンタッチャブル先輩で、はい、でももうずっとライブで一緒だったんですよ。そうですよね。で、言ったら僕もボケだから、僕、バカリズムってコンビでボケボケだったんですよ。で、はい、よりボケの方だったから、はいはい、で、山崎さんもボケじゃないですか、うん。なんかね、ボケ同士の照れくささってちょっとあるんですよ。あ、それかで、ライブでも一緒だったし、はい、で、どっちかっていうと、うん、僕、相方の、しばっちょの方が、仲良かったんですよ。木村さんとかと3人で遊んでたりしてたんですよ。なるほど。っていうのが、しかも僕らの世代って、あんまボケ同士がそんなに交流がなかった時期があったんですよ。なんか、お互いちょっとツンとしてるから、なるほど、なるほど。なんかボケ同士って難しい。今は全然そんなことない、うん、山崎さんとか。でも、当時からずっと面白いことは分かってたし、はいはいはい、超受けてたから、面白かったし、はいはい、すごいと思うんですよ、山崎さん。うん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 、でも、同い年だし、うん、なんかちょっと照れくささみたいなものがあるんですね。なんか分かります。僕らもナイツとかだと、照れですよね。照れがありますよね。照れ臭いっていう。で、なんか多分山崎さんみたいなタイプは、はい、多分僕みたいなタイプは、もともとあんま苦手なんだろうなっていう、なんか先入観 もずっとあるから、でも飲みに行ったりしてますもんね。うん、そうですね。野田くんと。あ、そうそう。はいはいはい。一回なんか一緒になって。まあ、全然話すし。はい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 。なんなんですか？不思議な感じですよね。不思議ですよね。だから YouTube だと一番しっくりしてますもんね。あのトークね。しっかり役割があるから。そうそう。うん。でもなんか印象、なんかバナナさんとか、と聞くと、はい、よく聞くのが、マスノさんが武闘派だっていうのを聞くじゃないですか。間違いないです。いや、でもすごいよく聞き、でも俺ね、いや、マスノさんはね、はい、俺のこと若様っていうのと俺の間っていうのを話しますけど、俺も
マスノさんと世間の、はいはい、可愛いですからね、マスノさんもあの印象を。まあそういう、こういう感じにしてますよね。はい。この差結構あるような気するんですよね。それ多分、はい、多分、バナナマンさんが言ってんのは、はい、僕一回日村さんとずっと一緒に住んでた時に、僕野球部出身だから、中高野球部やってたから、はい、体育会議ではあったんですよ。若林さんもそうですよね。はいはいはい。だから先輩を立てるっていう意識はずっとあって、で、日村さんが、はい、あの、ある日街で絡まれた時に、はい、僕が出てったんですよ。はい、へぇー。守ったというか、なるほど、なるほど。僕がその若者たちに、こう、はいはい、なんかこう文句を言ったみたいな。それを見て、あ、で、多分、もともとそんなキャラに見えないから、その、なんか振り幅として、それがあまりにもギャップがあって、そういう風になっちゃったんじゃないですか。なんか、一回、日曜芸人で、はい、商店街でロケしてた時に、はい、なんか、すごいやばいやつが、はいあの、入ってきたりして。ありました、ありましたね。山崎さんに絡んできて。ザキさんに肩組んだりして。あったあった。ちょっとなんかこう一歩下がったりするじゃないですか。うんうんうん、俺は下がったんですけど、はい、なんか増野さんは微動だにしなかったの見て。そんなことないですよ。大丈夫かなって思った一瞬が。そんなことない、そんなことない、そんなことない。動かなかったから、一歩も。前にも後ろにも、横にも。回ってるもん、回ってるから。いや、でも、横とかに動くじゃないですか。ちょっと、動かなかったんだもんね。ああ、そういうイメージ。でも野球部でゴリゴリの体育会系の高校だっていうことを、別の人と話したりするとすごい意外がありますよね。そうでもね。ありますよね。うん。実は俺らみんな体育会系なんですよね。そうか、日曜芸人って。山崎さんもそうでしょ。ああ、そうですよね。ゴリゴリの体育会系の3人が。関山さんも先輩にはっていう人ですもんね。で、背がちっちゃい170ない3人がやってる番組。そっかそっか、全員背が低いというね。番組ですもんね。あ、そら、あるんですね、ちょっと。そうですね。あの、メール、どうし、読みます？ちょっと読みますね。はいはいはい。あ、そっか。ラジオネーム、河川鉄道3-1。はい、おい、あと1時間しかないじゃないか。春日さんは1時間で収まるような男じゃないぞと。なるほど。てますね。あと、はい、ラジオネーム神々公爵バカリズムさん、春日は春日ですよ。おい若林、はい、カスミンという言葉を一切言うな、出ていけ。これやっぱこう聞いてる方たちはやっぱ夢を抱いてる少年ばっかなんですよ。みんなグローブをはめて待ってるんですね。ですよ、ボールにサインしてもらおうと思って春日。どうします？これね、はい、もう、この、もう、なんだ、こうなってくると、はいはい、こうなってくると、そうなんですよね。ね、うん。そう、どうなんだっていうことでしょ、はいはいはい、ここ、どこで呼ぶんだっていうか、というか、なんかもう、呼んだ方がシャバいみたいな感じになっちゃう。シャバい。ね、呼んでる方がビビってる感じですか。そうですね。でもなんかこう、空気的には来てるような、なんか空気もなくはないですよね。チラチラみんながスタッフさんが向こう見てニヤニヤしてるんですよ。来てたとしたら、どうしてるかもわかんないですし。ね、呼ばれたら来るんですかね。来るんですかね。ねえ、この話になったら来るんでしょう。やっぱ一応僕らの、はいはい、いたとしても僕らのね、あの、視界には入らないようには配慮してるっていうのが伝わってきますよね。ラジオですけどね。そうそうそう。ら僕ら用でしかないんです。なるほど、なるほど。ねえ、はいはい、そうそう、だからね、春日さんはそんなね、なんかその、春日さんですとか言われて入るんじゃなくて、春日さんのタイミングが入ってきて、だって僕は、あの、オードリーさんですっていう紹介はしてるわけですから。そうですよね。あそこが僕の、うんうん、あそこが僕のオードリーの二人への Q ですから、それに対して春日さんが、よっこらしょって動き始めたわけですよ。そうですよね。そう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 。もう来てたとしたら、この時点で、なんか、だから自分のタイミングとかがあるんですかね。なんなんですか、割って入るっていうイメージなんですもんね、松尾さんの中では。そう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 。もう、こっち的にはね、もういつでも来てほしいですけど、もう、もうない、入れなくなっちゃったんですかね。それとも、あの、別の水色の着てるから、どうしようかってなってるとかじゃないですよね。うちの方のラジオの作家と話し込んでるかもわかんないで。どうするか。もう、ねえ、どうしまあ全然、ね、入ってこれない、まあ来てないならしょうがないですけどね。他にもなんかいろいろね、はい、もうほとんど春日さんへの。やっぱりみんなやっぱそうか、引きはそっちなんですね。ラジオネーム、赤色紙コップ、バカリズムさん、はい、カスミンって何ですか？春日さんの正体はカスミンだったのですか？うん、春日さんって本当はいなかったんですか？僕はずっとパパとママに騙されていたんですか？っていうね。ほら、
もうね、これを聞いてる何人の子供たちに夢を壊しかけてると思ってるんですか。ちょっと品がなかったですね、カスミンなんてことをちょっと、ね、はいはい、ちょっともうそれ全然違う、うんうん、パラレルワールドの話ですからね。はいはい、もしっていう話ですから。そうそう、全然違うんですよ。違う作品ですから。違う作品。十二時を回ったらの話ですからね。はい、もうメールが止まりませんよ。はいはいはい、鎌倉市ラジオネームデルピエロ若林さん、はい、このラジオはたくさんの子供が聞いています。なのでカスミンの話は控えてください。配慮に欠ける発言だったと思います。そうですね、これは本当に本当正式に謝罪したい。すいません。いやもうだとそうですよね、やっぱね、はいはい、たくさんの子供が聞いてるわけですから。そうですね、夢を壊しちゃいけません。ラジオネーム地球の明日、もう我慢の限界です、そろそろデモが起きます。春日さんのね、はい、ファンの方たちがやっぱちょっともう痺れを切らしてるっていう。これ待ってんすかね、呼び込まれるの。それとも怖くなっちゃってんのかな。なんか僕もだから、はい、いざ来られてその何喋ろうっていうのはもう結構今ね、こう来る前の段階でたくさん盛り上がったじゃないですか。はい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 。なんかこうあの辺の少年の話、はい、いじめられた少年のところにっていうぐらいが多分、うん、僕と春日さんの関係性上盛り上がりとしてはピークだったんじゃないかみたいな。いざ来たらなんかもう。だから逆に彼が逃してますよね。もう来るタイミングを。そうですね。うん。いや、こっちのせいじゃないですよ、これは。そうですよね。僕ら的にはいつ来てもよかったわけですから。そうです、そうです。はいはい、はい。もう来たら僕的には、わー、春日だ、つって、はいはいはい、一緒に写真撮ってもらって終わりみたいな。はいはい、そうです。乱入っていうやつですから、そうです、彼は。そうです、そうです。はいはいはい。だから、今更なんか呼び込むっていうのもね、なんか2回呼び込むことになりますし。はいはい、ですからね。ね。何なんですかね。これ、どんどん入って聞きづらくなると思うんですけど。何なんですか。怖いのかな。泣いてるとかじゃないですよね。コンビ揃ってよく泣くコンビになっちゃいますね、そうなってくると。プレッシャーに押しつぶされて。そうですよ。だから、はいはいはい、もうほとんど、うん、もうね、メールも紹介しちゃいましたし。はいはい、そうですね。ね、じゃあまあ、オードリーの二人に来てるメール紹介しましょうか。はいはい。うん。よし。はい、ラジオネーム、ハッシー、バカリズムさん、オードリーのお二人、こんばんは。こんばんは。先日のアメトークでケンコバさんが絶対に結婚できないメンバーとしてバカリズムさんの名前を挙げていました。あまり浮いた話のないお三人ですが、三人の中で一番結婚と縁遠いの誰だと思いますかっていう。あ、これ結構話しますよね、マスノさんとね。話しますね。ずっと、なんか俺らの日曜芸人のロケバスの二人になったバージョンの永遠のテーマかもしれないですよ。永遠のテーマですね。ね。これでも、うん、マスノさんがいつも、うん、おっしゃるのは、いや、若林くんよりはちゃんと恋愛できるからっていうのは。それは僕はもう、はい、いろんなところで、各所で言ってます、ね。はい、なんか、やっぱり、その日曜芸人見てて、やっぱ、山崎さんと、あれだけ前に出る山崎さんと、人見知りの二人でバランスがちょっと面白いねって言った時に、はいはい、いや、ちょっと待ってくださいと。はい、彼と一緒にしないでください。同じ人見知りで、そう、似たような性格ですけども、はい、彼のはもう本物ですと。はいはいはい、僕はどっか、まあ、そこまででもないというか、ビジネス人見知りつったらあれですけども、うんうんうん、まあ、話せる人とはちゃんと話せますしっていうのはあるんですけども。マスノさんって、はい、マジの話、はい、九州男児のように、愛すんですか、はい、女性を。マジの話なんですけど、これ。マジの話って、はい、いや、普通に、はい、あれですよ。はい、普通に交際しますよ。あ、どれぐらい、何人ぐらい交際してきました？僕、はい、もう、交際してきたのは7人ぐらいなんですけど、彼女いないのが、はい、もう、7年、8年ぐらいなんですよ。え、そんななんですか？で、僕、そうなんですよ。2年ぐらいですよ。2年ぐらいですか？はい、それであれですよね、はい、一緒に結構、住んでたの。そうですね。でーす。春日だー。皆さん、本物の春日だ。本物の春日ですよ。春日だー。やってきましたよ。待たせましたね。春日で来たのか。春日だ。春日でございますよ。春日だ。ね、バカリズムくんをね、はじめ全国の少年たちね、春日の登場ですよ。春日だ。
今日日本放送だからカスミンじゃないのかなと思ったんだけど。カスミンってなんだ。カスミン。くだらんことを言うな。カスミンって何？カスミンなんか知らん。だよね、少年が戸惑ってるじゃないか君は。カスガはカスガだよね。カスガだよ。歩いてきたよ。そうか。歩いてきたから遅れたんだよね。そうだよ。四ツ谷で囲まれたよ。スターだから、ね。スターだから。カスカスダンスで眠らしてきたよ全員よ。バカタレが。俺一回マスノさんにどういう愛し方するんですかって言った時、ガラスの向こうで一回手で戻れってやったんですけど、ずっと手でこうやって戻れって愛し してるけど全然関係ない。いやそんなカスガはそんな指図には従わないと思ったかというと、バカリズムさんのファンは結構恋愛の話聞きたかったと思うんですよ。カスガやっぱそんな関係ない。そんな関係ないってカスガのタイミングだったから。そうでしょ。で俺もね、分かってたんですよ、ピンクがチラチラしてくるっていうのは、ね、右側でピンクがチラチラしてるのが見えて、若林さんが手をこうやってこう違う違うってやってるの見えたけども、それで引っ込むような春日は春日じゃないんですよ。いや、そうです。それで引っ込んでたら俺がっかりして、俺そこ拾ってたもん。うん、もうなんだ今のっつって。そうね。ちょっと待ってくれよと。春日は容赦なく。うん。番組の方が合わせなきゃ、春日。巻いて喋り終わるとか。いや、でも、春日は出ちゃってんの。でも品がないかもしんないけど、このドア前でちょっと時間あったよね。ドア前でここに行ってから結構時間あったよね。ためがあったの。いや、それは、その、ドアを、うわーっていう、その、カスが開けしてたんだ。開け方があるのか。そうだ、スッと入ったらカスがじゃないだろ、それは。どこでその少年が見てるかわからんから。わかんないよね。うん、カスが開けをしてたんだ。ふぅーっこの流れ。私はね。そうや。春日さん、まあ、僕ね、日曜芸人でも、はい、いろいろ共演させてもらったりしてますし、はい、まあ、ちょろテレビでね、見させてもらってるね、春日さん、僕のイメージもありますけど、はい、今日、それ以上に、はっきりスイッチ入れてますから。でっかいスイッチをガッチリ今日入れてきてますよ、なんか。ガッチャンって音するやつね。喉枯れんじゃないのって。久しぶりじゃないの、こんな、ここまで春日でいる。そうですね。だって俺今、うん、それができるなら、うん、いつもやれよと思ってるの。毎日やれよと思ってるもん。いやいや、そんなスイッチとかエンジンとかないから、まあ、そう、常にね。僕的にはだから、そのスクール革命の件ですよ。はいはいはい。どうしたんですかと。はいはい、ね、チラチラちょっともう漏れ始めてますよ。はい、ね、春日じゃない部分だと。春日さん的にもそれは気づいてるの？やっぱ気づいてる。それはもちろんそうだよ。だって春日なんだから。うん、春日なんだから。春日だからね、やっぱり。うん、その辺でやっぱりその、うん、春日が、ちょっとその、春日慣れしてる部分がやっぱちょっとあって、ね。ああ、なるほど、うん。ちょっとだから最初の春日像からちょっとずれてきちゃってんなっていうのは。ですよね。思ってるんです。だから春日が一番がっかりします、春日に。自分が自分に。どうした春日と。やっぱ誰のヒーローだったら春日のヒーローだから、なるほどね。そう。だから、俺、滑りキャラになってるとか言うけど、うん、はいはいはい、僕は春日さんは滑る滑らないないんです。あ、そうか。そうそうそう。だから滑ったからといって、はい、あんなね、たまに見受ける、引きつった顔。はい。あの顔はそもそも春日さんには搭載されてないんですよ。そうなはずなんですよ。でも、赤面するんですよ。赤面。赤面。滑ると赤面するんですよ。これは、不思議なのは、滑っても、受けても赤面するんですよ。向いてねえじゃねえか。なんての口の形するんだ。そっか、そうですよね。向いてる向いてないじゃないですか。向いてる向いてないじゃないんですか。春日さんが芸能界に入ったんじゃなくて、芸能界が春日に入ったんですよ。そういうことなるほど、なるほど。そうなのか。そう、常に春日中心に回ってるから、ね、全てのことが。そうなんですよ。そうか、そうか。だからそこで。いや、でも我々も、はい、僕はマスノさんに、カスがいないとこで聞いたんですよね、ロケバスで。うん、二条芸人の着替えてる時には、マスノさんロケバス乗ってくるなり、そう。若林さん、つって。春日さんって最近滑るキャラなんですか、ね、僕納得いかないっす、みたいな。そうですよ。あんな周りがあんなことやったらダメだし、そんなはずはないんですよ。そう。言い切り芸の人なんだから。言い切り芸、そう。うん。ね、あれは良くないですよ、みたいな。そう、だからもう、うん、だからもうそもそも笑いを取ると思ってないんですよ。はい、春日は、春日語を、そうそう。その場で発言してるだけなんです。それで成立してるんですよ。そしたら勝手に笑ったりとか、周りがね。勝手に笑ったりとか、勝手にしらけたりするわけ。うん、そうそうそう。それでいいんですよ。そう、そう、知らない、そんなの。いいのに、しらけた時に、赤面したり、ね。
いや、まあそうね。それはね。目尻になんか深いシワできたり。ええ。でも昨日、女性タレント誰逃れとか、中村あんちゃんとかにいっぱい責められて、ちょっと待ってくださいよって言ってた。ちょっと待ってください。え、つまんねんね。ちょっと待ちたまえよ、そうですよね、待ちたまえよですよ、ね。待ちたまえよちょっと待ってくださいよ。はい、なんてことは言ってないよ。ちょ、待ちたまえよ、君って。おい、中村くんって言ったじゃん。それですよね。それですよ。そうじゃなきゃおかしいですよね。そりゃそうよ。いや違うんですよ。昨日初めて、俺、さすがに初めてっていうことが起きたんですけど、はい、新しく始まる TBS の番組で2時間の収録、はい、マジで、はい、一言も喋らないで終わったんですよ。完封。で、最後の最後に内村さんが締めるときに陣内さんがちょっと待ってください。うん、春日さんが本当ガヤも含めて、一言も挟まなかったんですよ。さ、もう内股猫背の顔赤面で、ちょっと待ってくださいよって。それでもいいってことなんですよ。最悪、まあ、そういうことがあったとしても、はい、その時に、はい、もうカメラ向けられても何がっていう顔はしなきゃいけないんで、はい、そこで第一声だからトゥースですよ。第一声だもんだって。いや、そう喋ってなかったとしても。ええ、お待たせしました。お待たせしましたです。皆さんお待たせしました。それでうわー春日ーやっと喋ったっていう、うんうん、それこそ春日ですよ。そうです、ね。何ビビってんのって話で喋ってなかったことに。うん、そうね。喋らないこともあるさって。いや、でも、トゥースって言うって選択肢はわかりますけど、うん、松尾さんね。うおー、カスガーっていうのは誰が言うんですか、それ。そね、誰が言うテレビの前のちびっ子たちですよ。ちびっ子たちか。それはもう、スタジオは凍りつくでしょうよ、それ。いや、そうですね。それでも、それでも子供たちはやっぱりカスガを見たいわけだから。確かに。確かにそうですね。そう。だからむしろ出てこなかった春日さんじゃなくて、振らなかった周りがっていうぐらいに思ってなきゃダメなんですよ。なるほど。そうね。春日さん自体はどう思ってるんですか、その辺は。いや、もうまさにね、その通り。どれが？いやいや、僕の言う通りバカリズム君が言う通り。そうですよね。だけどやっぱ。先輩だから、まずいでしょ、バカリズム君。いやいや、もうそれはもう、だって、春日には先輩後輩の序列がないんですよ。ないんだから。スターとそれ以外の人。そうそうそう。春日とそれ以外の人っていう意識だから。でも、おとといピーターさんの楽屋挨拶してる。え、楽屋に挨拶とか行くんですか？やばいよ。いやいや、そう。なしで挨拶すんの？トゥースですよね？行ったとしても。そうですよ。コンコンガチャ。コンコンもしないですよ。いやいや。ガチャってあげたらトゥースでバターンって閉めて。違う。そういうことな。お願いします。ありがとうございます。すいません、この間パーティー行ってました。謝んの？いやいや、春日って謝んの？春日謝ったことないです。そうですよ。そう？うん。俺が見てたのじゃ春日じゃないの？ピーターさんであろうと、うん、僕であろうと、もう春日とそれ以外ですよ。だからライオンが自分以外の生き物を全て餌と見ているようなもので、はい、自分とそれ以外みたいなことですよ。うん、まさにそう。まさに。まさに全部言ってくれた。上も下もないんですよ。上も下もない。でも、その時期、いや違う、お前からの言葉は何も聞けてないよ、今のところ、春日さん、僕が言ったことを大きな声で復唱してるだけなんですけども。いや、全部言ってくれるから。あれ伝えたっけなと思うぐらい。ね、全部ね。そうか、ファンだから僕。伝えたかなって思うぐらい、全部まんまもう、いわゆる春日のことをそのまま喋ってくれるから。そこはだから私、そうか。それこそ時間の無駄になっちゃう。同じことになっちゃう。同じこと言ってるわけじゃないよね。そういうことよ、だから。若林さんの相方として聞きたいんですけども、今日の春日さんは結構好調なんですか？いや、俺はちょっとマジで面食らってますそうなんですか？僕のはいつもの春日さんなんですけど、なんかちょっと戸惑ってるところがあるじゃないですか。いや、本当に、いや、これは結構オードリー会議といって、ラジオでもやってきたんですよ。そうなんですか？もう受けに回って、竹山さんとか狩野くんみたいに、もういじられキャラになって、いい感じしょみたいな。が、家とかもあるじゃないですか、家問題。あれもなんかもう、例えば東野さんとかに、お前もう西で滑ってるで、って言われてた。え？西で滑ってるんですって、春日の家問題って。誰もおもろい思てへんで。何やねんあれお前感動したんかいっていうことで、
いや、引っ越すのかとかもう難しいねって話を散々してきて。うん、だってでも、春日さんだったら、はい、西で滑ってようが、どこで滑る、北で滑ってようが、南で滑ってようが、うん、別に春日さんは、滑るとか受けるためにやってるわけじゃないから。そうか、万が一東で受けてても関係ない。関係ない。どこで受けてるか。何笑ってんだよっていう。松田さん、俺そんな奴と組んでんの難しい。さあ、ここでこの時間までに入ってきているニュースをお伝えします。報道部の桜林デスク。やりにくいでしょうけど、はい、ちょっと目の前にピンクのベストの人がいるからお願いします。よろしくお願いします。はい、お伝えします。以上、この時間のニュースとお天気でした。ありがとうございました。いかがですか、これ本物の春日ですよ。いや、もう本物生で、はい、拝見しました。もう安心してください。いい、彼女はいませんよ。大変安心いたしました。大変安心。ありがとうございました。可愛い子だ。あの、春日さん、これ、CM 中に、うちの作家が、ね、どうも作家の平松です、つって挨拶した時に、本当はちゃんと挨拶したいけど、ね、俺が見てるから、どうしていいかわかんなくて、でも、今別に、ね、CM 中だし、こういう時どうしたらいいか、決めてないから、すごい、なんか一瞬曲がって、どっちにでも取られる、うるす。それはいいじゃないですか。それ別に言わなくていいでしょうよ、そんなこと。ちゃんと挨拶しなきゃいけ、しないと、無礼なやつだとは思われたくないから。いや、そんなつもりはない。本来覚えといてあげようとかでしょ。そうそうそう。それとおはようございますの間が、ものすごいちっちゃい声で、うん、まあまあ、まあ、何なんですか。どっちか決めてください。いや、覚えてあげようっていうね。うん、何かあったら使ってあげようっていう。いや、それを言ってるから。だから、その、回ってないところの立ち振る舞いですから。僕には回ってる回ってない関係ないですから。そうですね。そうそうそう。かずこさん、いっぱい来てますよ、もう。ラジオネーム。河川鉄道31、春日さんが登場したけど、あと30分しかないぞ。よし、日本放送、春日さんのために放送時間を1時間延長しろとか。おぉ、こと好きなんです。すごいな、そうだな、ありがとな。ラジオネーム、上下関係ギリギリ。哲学者のソクラテスはこんな言葉を残しています。うん、春日とは、存在ではなく概念である。名言ですよ。まさにそうですよ。そうですな。ずっと続く普遍の、うん、ねえ、もういつの時代にも存在する、いつの時代にもある概念ですよ。我々の中にある。春日とは。概念であり、現象だしね。そうそうそう。そう、現象なんですよ。そうよ。一つの現象。俺、中学生の春日してるから、ちょっとなんかしっくりこない。いや、ずっとだ、概念がずっとコミックで。でもずっとそうでしょ？だから、ね。春日物語っていうその物語の中では、はい、ちっちゃい頃の春日さんをね、例えばこういうドラマで子役をやるとしたら、はい、ちっちゃいピンクのベスト着た、はい、春日さんが小学校で。いや、そうですよ。ちびたま、ちびたまとかじゃないんだから、そんな、そんなことじゃないですよ。毎日遅刻するから、ゆっくりやるから。うん。春日は中学の時、クラスで一番下のグループに入ってました。ちょっと待って待って。下なんてあるの？春日に上、ね、上下なんてあるの？いや、ないですよ。ミニ四駆やるグループに入ってた廊下で、中学の時。怖い人たちにミニ四駆蹴られてた。え？それ、そんな、そうなの？それ春日さん？それ。いや、それはだから春日は別に下だとは思ってないですもん。うん。ああ、そうか。ミニ四駆を廊下で走らせながら、概念だなって思って自分のことね。勝手に、周りは勝手に、その上のグループと下のグループとか、決めたりするから、そういうなんかくだらないね、その物差しで測るんじゃないよっていうのは思いますよね。春日のこと。それはかっこいいですね。ミニ四駆蹴られてたんですよ。蹴られても。蹴らしてやったんですよ。蹴られても追わないですよね、そのミニ四駆。追わない、別に。追ってた。あーって追ってた。いやそれは、いつからか春日になったの違いますよね。違いますよ。最初から、生まれたのが春日ですよ、ね。おぎゃーで春日ですよ。そうですよね。いや、おぎゃーじゃトゥースです。トゥースです。今のはおぎゃーって言っちゃってるもんね。今のはボンミス。おぎゃーって言っちゃったよ。まあ、マスさんの方が春日うまいじゃないですか。春日の演出。演出。
いやいや、もうそれだから、生まれた時、ね。いや、そうですよ。もちろんそうですよ。うん、別に何を頑張ってるわけじゃないし、ただただ呼吸するように春日をやってるだけだよ。まあやってるというか、やってるとかじゃないけど、やるとか春日は行為じゃないですか、ね、行為じゃないです、概念です、概念です。お前春日下手、いや下手とかないよ、春日がルールなんだから。その下手も上手いもないだろ、ないですよね。僕らがやろうとしたらどんだけうまくできてても春日さんがこうすれば下手だなってなるけども、春日さんは噛もうとどうしようとやったことが春日の、ね、言葉です。から、あ、そう、あ、そうか、常に成果を出し続けてるってことよ。春日の成果を常に出す。一回もブレてないんですもんね。ブレてないです。あ、さっきのおぎゃーもそうなんだ。それはもちろんそうだ。あ、そう。そうです。え、さっきのおぎゃーは何だったのじゃあ。え、あれ何？え、おぎゃーって生まれたんですか？いや、私、トゥースで生まれた。そうですよね。なんで言っちゃったんだろう。いや、そう、なんで、あれは何？なんで？あれはだから、その分かりやすく合わせたんです。あ、僕らに合わせてくれたんですよね。トゥースで生まれたって、トゥースで生まれたって、その辺をね、春日覚えた。そうか。あの、僕とかはもうすぐ分かるけど、ね、その、まあ、そこまで春日を知らない人にとっては、トゥースで生まれたって何って一回春日の説明をしなきゃいけないんですよ。そうそう、ちびっ子も聞いてるし。そう。そこに対する配慮ですよ。うん、だ、僕らの言語に合わせてくれたんですよ、春日が。それが春日が成長したところですね。今まで。歩み寄りがなかったから今。確かにね。あまりにも春日のままでいすぎると、ちょっと視聴者を置いてきぼりにしてる。子供たちを置いてきぼりにしてる。ね、入り口を広くしてあげようかなっていう春日の優しさ。そう。どうでもいい話の論理が難しいんですよ。これ聞いてる人難しい、これ。どんどんブラッシュアップされてんだけど、難しいの。でもどうでもいいの。いやもう今日は本当にね、俺安心したから、だから今後ね、はい、俺見ますからね。俺はちょっとどっかで、あの春日を見てから、スクール革命でのあの滑る春日を見てから、俺はちょっとテレビ離れしてた部分があるんですよ。どこで滑る春日を見せられるのか、夢を壊されるのか分かんないから、極力もう見ないようにしてたんです。春日という存在をね。僕の中ではもうあの春日のまま、もう僕の心の中に春日はいるから、はい、その春日を僕はずっと今見続けて、で、今日、はい、ね、それが、あの、ちゃんと春日は春日だったっていうことをここで証明してくれたから、うんうんうん、こっから僕は、うん、ね、あの、オードリーの出る番組を全部チェックしようと思う。大丈夫？いや、本当に辛い思いさせたね。いや、もう本当、ね、もうちょっといろいろね、うん、心配しましたけども、ね、今日ここでちゃんと春日さんが、堂々と春日宣言をね、改めてね、やってくれたことでもう安心しましたから。うん、もう全部いきます、これ。難しいのが、うん、いや、春日お前実は一般人なんだろっていじられ方は散々やってきたんですけど、春日お前実は春日なんだろっての初めてなんですよ。俺どうやっていいか、新しいところ、初めてなんですよ。うん、戸惑うでしょう、君はね。うん、そうだよ。俺だけだよね、戸惑う。そうそう。君がだから合わせなきゃ早いとこね。そうかそうか、そうだよね。だからそれまでそういうことがあったとしたら、それは春日さんが合わせてくれてたのかもしれない。そうそうそう、そう。まあ、それはね。そうやっていじんならいじりなさいと。それはおもちゃになってあげようじゃないかって、ね。あ、そうだったの、でも本質はなんだってなったら、やっぱり、バカリズム君が言ってることだから、ね。そうですよ。バカリズム君って言うたびに、あの、若林さんがなんか苦い顔するんですよ。いや、僕は何とも思ってないですから。慣れなさい、君は。いや、慣れない。じゃあ、俺は、春日が、ぐっと勇気出したのが分かっちゃうから。勇気なんかないよ。ちょっと0コンマ何秒間があったの、僕もなんか、感じたんで、それは気のせいですよね。気のせいだよ、それは。バカリズムって、うんって言う時の、なんかね。じゃそりゃそうだよ。いや、その間があるのはさ、ね、よし、バカリズムくんっていう、そのよしがあるからでしょ。なんか呼んじゃおうっていう。一回テイクバック取ってるんですよ。なんか、テイクバック取ってバカリズムくんって言ってんだけど、いやいや、違いますよね。違う違う、そんな別にね、うん、素直に言ってますよ。呼吸するように言ってる。そうですよね。呼吸するときに一回気合入れるか、だって。うん、生きてるとき。それを言ってるんですよ。春日さん、呼吸するようには気に入ってるんですか？いや、いいんですけど。いやいや、いいね。うん、そうだね。まあ、気に入っているよ。多分、便利なやつなんだろうなって思って、うん。そうだね。わかりやすい例えですね。うん、ね。ああ、確かにね。そらそうよ。ちょっと今後どうしていくか。これ、若林さん、ちょっと、悩んでます？これ、今後どうしていこうか。いや、俺、マジでパニックですよ、初めてだから、このケース。春日、実は春日なんだろうって。はいはいはい、だから、うん、これはちょっと土曜に持ってきます、ちょっと、この話題は。まあ、そうだな。そうですよね。こっちの方がいいのかな、いいのかなとかじゃないのか。そうか。いいも悪いもないんだ。だからまた若林さん次第なんでしょうね。そうですね。今後、もうど、うん
どこに出ても、だから、まあ言ったら、まあ、本当合わせてくれたっていうことなんですけども、はいはいはい、今までちょっとそういう僕が見ちゃったそういうスクール革命での、うん、そういうことはもう一回元に戻すという。はい、そうですね。わかりました。じゃあ、ちょっと明日、うん、明日ちょっと揉むんで、うん、はい。ヒルナンデス生放送期待してるよ。ヒルナンデス、ええ。カスガがカスガとして、はい、っていうことで決めていこうと。これまでは、はい、ヒルナンデスでのカスガはどんな感じだったんですか？なんか結構クイズとか出ても、うん、なんかボケたのにブーとか出されちゃって、はいはい、答える前に出されちゃうみたいないじりで、ちょっとまだ言ってないじゃないですかとか。答える前に？だってカスガの答えは聞きたいじゃないですか。そうですよ。いや、でもその気遣ってくれて、副長が。うん、気遣ってくれて、はい、だからそう気遣ったらだって聞いてるでしょ。いや、そうよくわからないよね。カスガの答えは、うん、何を言うのか。カスガが、ね、うん、放つ一言一言っていうのは、やっぱカスガにも寿命がありますから、限られてるんですよ。そうだ。ね、うん、そんな中でカスガが発する言葉も限られてくるわけですよ。そんな貴重な言葉を、ね、うん、ブーだなんていう、そんな効果音で書き消すわけじゃないじゃないですか。聞きたいもん。生きてるうちに。いや、でも最近そうだよな。うん、そうだね。そうなってきちゃってるから、やっぱそれはね。でもその後、ちょっと待ってください、まだ言ってないでしょってやってるんですよ、最近。ジタバタしてんの。カスガってジタバタすんの。すげえやだ。だから、へーとか、うん、あ、トゥースなんてもちろんやんないですよ。水曜昼なんですってオープニングあるじゃないですか。うん、トゥースなんて、それは他の人の紹介があるから、やっぱトゥースなんて言わないです。昼なんですのところにトゥースで始まるみたいな。いや、トゥースやったことないですよ、オープニングで。うん、え？だからちょっと見ててください、マスノさん。それはちょっとカスガがね、うん、あれ、はい。いや、それはそう、やっぱりね。うん。うん。やっぱ、がっかりする人がいるっていうのは、やっぱ、目の前に今、今日分かったから。はい。明日の昼なんです、お願いします、はい。いや、もうやってやりますよ。水曜日な、あさってのやつ、ちょっと見てください。はい。ちょっと心配してんのは、テンパっちゃって、なんか、これを聞いてる人はね、面白いけど、うん、すごいなんか、悪ふざけのノリを、なんか、大先輩のいる生放送でやっちゃってる感じでしないでください。僕のせいになっちゃうから。そうですよね。直属の先輩ですから。任せてください、それ。もちろん、もちろんです。今週の土曜は、はい。なんかやるんですか？そうなんですよ。女子大生、本当の女子大生を呼んで、サークル活動をするということをちょっとやらせていただきまして。うん、はい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 。お揃いのジャンパーで憧れのサークル活動、はい、秋合宿スペ、うん、女の子呼ぶんですか？女の、本当の女子大生が来て、みんなでそういうノリを、味わったことないんで、うん、やりたいと思って。職権乱用じゃないですか。いや、そういうことはないです。そうなんです、そうなんですよ。じゃあちょっと僕も楽しみなんで。はい。ありがとうございます。ということで、ゲストのオードリーのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。今夜のゲストはオードリーのお二人ということなんですけども、どうやら、先に、一人だけ到着したようなので、それでは、あ、着いた。二人とも着きました。二人とも着きました。じゃあ、まず若林さんに、来ていただきましょうか。あ、来た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 。今夜のゲスト、まずは、オードリーの若林さんです。よろしくお願いします。ほんとギリギリなんですね。今着いたんですね。危なかったです、本当に。あ、そうなんですか？着くかわかんないとか言って言われてて。マジっすか？名古屋にいた時には。ちょっと押したら、厳しいよなんて言われてたんですけど。そうだったんですね、はい。あ、わざわざありがとうございます。いや、とんでもないです、こちらこそ。いや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 。なんか、まあまあ、はい、前回ね、はい、来ていただいた時は、まあちょっと、はいはいはい、春日さんメインで、はい、ね、春日さんどうしたと、はい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 、本物の春日じゃはどこに行ったんだっていうことでね、はいはいはい、まあ我々でもまあ僕が、まあ春日さんをまあ励ますというか、はい、昔の春日に戻ってくれということで、うん、まあそういう回だったじゃないですか。はいはい、だからまあ。結局、そればっかやっちゃって、前回若林さんとそんな喋ってなかったんですよ。そういえばそうですね。そう。だ実は、本当にちゃんと話したいのは若林さんだったりするんですよ。はい、もう、春日さんってもう、言ったらあのネタしかないでしょ。いや僕と春日さんの間にはね。あ、そうなんですか。いやいや、もうまあ、もうあれ戻ったら、戻っちゃえば別にもう、僕は安心なわけですよ。なるほどね、これからもテレビで見ていますからっていう。はい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 、はい。まあ若干の不安はありますよ。この間、ちょっと共演させていただいたときに。ええー、ありましたね。スクール革命の収録に行ったときに、はい、僕はもうラジオの、前回のね、10月の生放送の直後は、はい、ちょくちょくどこでね、春日さん見ても、はいはい、ね、もう胸を張って、どこでもトゥースとやりきって、鬼瓦を本気でやりきる春日さんだったから、はいはいはい、でそっからちょっと見かけてなかったんですよ。ちょっと見れなかったんですよ。うん、で、
で、あの、春日さんのままなんだろうなと思って迎えた、スクール革命で、はいはい、なんか、あれなんだ、あんなんだったっけみたいな。こんなシュンとしてたんだ、みたいな。そうですね。話には聞いてたじゃないですか。はい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 。スクール革命での春日さんはちょっとシュンとしてるみたいな。なるほどなるほど。思った以上だったんです。でもあれは、あの番組は一番、だからその春日に、あの、逆風が吹いてる、番組なんですよ。確かにもうなんか、はい、ちょっとシーンとする準備ができてる状態ですよね。あの、スタジオ全体そうなんですよ。そう。俺そんなふうに思ってないから、ね、まあ、ところどころ俺が春日さんに無茶ぶりをするシーンってあったじゃないですか。ありました、ありました。もちろんスタッフさんに、あそこでいろいろやってもいいですよって言われてるからやったんですよ。はいはい、はい。ただあの時の、全員が一斉になんか手を離してくる感じ。一斉にパッてみんなが。それまでなんかみんなでワイワイやっててね、山崎さんのことを言ったりとかしたらみんながわーとか言ってみんな入ってきて、はいはいはい、ねえ、みんなでワイワイやってる中、はい、あの平愛理さんとか、そうですね、ねえ、になんか振るとなんかいろいろみんなが入ってくる中、春日さんに何かを振った時にみんながファッて、そうなんですよ。あの番組は整ってるかもしれないです。その、春日シフトというか。なるほど。そういう意味では僕は一番、春日さん的に見られたくないところを見ちゃったんですか。多分、増野さんが、あの、最初に夢を壊したのも、あの番組をオンエア見てる時だと思うんですよ。だからまだでも、そう、でも、本当に、あの、春日は、いや、俺が言うのも変ですけど、あの点検以来、ちょっと戻ってきてるんですよね。その、合わせるわけじゃなくて。ですよね。多分本人も、気づいたんじゃないですか。あの、点検をやって。思い出したんでしょうね。いや、もう、ちょっと本当に街の感じも変わってきてますからね。あ、マジっすか？はい。へー。今、ちょっと舐められ始めてたじゃないですか。いや、そうですよ、世間は。はい。世間にね。で、今、だからその、海外とかでロケよくやってるんですけど、はいはいはい、で、僕が、この間、あの、歩いてたりしたら、うん、あの子供たちが、春日っていうのが、あの、やっぱ海外ロケでその、ハッスルしてるから、なんかそう、ほんとスターに、いや、ほんと2009年みたいになってきて、いや、ほんとにほんとに、いや、俺、これほんと合わせてるわけじゃん。いや、この話が来てから、あ、そういえばそうだなと思ったんですよ。で、僕らのラジオオールナイトでもちょっと喋ったんですけど、で、若林しかいないのみたいな、あの2009年の感じが、なるほど。じゃあ、未だにちゃんと維持はできてるんですね。維持はできてて、ちょっと戻ったんですよね。たまたま僕が見たあのスクール革命が、はい、あそこはちょっとまだ、はい、まだ、まだ、まだもうちょい時間かかるかもしれない。これが最後にあそこですよね。最後はあそこかもしれない。そうなんですよ。なるほど。じゃあ、春日も春日のままだったんですね。春日の、もうままに戻ってきましたね。ああ、よかったよかった。安心しまして。はいはい、なんか、俺はもうスクール革命でちょっとあれ、はい、と思って、もう一回ちょっと、いやもう一回なんかね、一回バチッと。やっぱり、あそこで、ちょっと、やっぱり、心が変わったのか、うん、で、やっぱ、有吉さんって、さすが早いなと思ってて、うん、あの、正直散歩、マスオさんもね、出られたことあると思うんですけど、はいはい、そこ、うん、で、散歩してたら、もう、もう、あーどうっすカスガだ、やってきました皆さん、対応のカスガが本物のカスガ、変わってなかったよかった皆さん、本物のカスガですからいやすいません、お待たせしちゃいましてね、よかったよかった、いやちょっとすいませんね、しかもね、はい、前回は、はい、前回の登場よりも、はい、さらに堂々としてる。前回は、ちょっと、探り探りだったんですよ。うんうん、ちょっとありましたね、その感じ。ね、入ってくるときに、はい、とりあえず全力でトゥースやりますけど、これ大丈夫なんですよねっていう顔がちょっと見れたんですけど。はいはいはい。今回はもう、完全に完全なる春日。完全なる春日。堂々と入ってきましたね。完全、そうですね。ただね、今なんか盛り上がってたぞ、お話が。はいはい。ね、大盛り上がってたんで、気づいてないかもしれないですけど、はい、あの、ゆっくり入ってきてたんですよ。はいはい。で、全然気づかないから、また戻って、2往復ぐらいあの辺を、うろうろしてから入ってきた。もうだって、バカリズムさんがこれ肩入れちゃってるから、若林さん。私の視界にも入ってたんですけど、入ってたでしょ？もう、なんかその、マスノさんの前でっていうか、このラジオで、春日が切ってますよとか、先に行っちゃうのがもう寒いみたいな。寒い、それは寒いよ。確かにね。いや、だからあの、春日さん多分すごいね、伸び伸びやってると思うんですけど、俺ちょっと難しいよね。
ね。そう。この若林さんの立ち位置って非常に難しいんです。そうなんです。そうなんですよ。そうだね。いや、でもちょうど今もう、マスノさんと話してたんですけど。そう、春日さんの話してたんですよ。そういえば、あれから、あれからって春日さんに聞くのもおかしいのか。いや、でも聞いてますよ。もうね、あの、春日さんのあれからの大活躍は。結構ね、ツイッターとかでも、あの、僕のところに寄せられてたんですよ。来てます。あれ以来、春日が戻りましたと。それは多分、オードリーのファンなんですよ、しかも。はいはいはい。うん、やっぱあの時の輝きを取り戻しましたと。ありがとう、バカリズムさん、ありがとうございます。お礼を言われるんですね。ねえ。ええ、まあ確かにね、なんかやっぱりその、現役じゃないなっていう感じありましたね。現役時代の。現役の春日じゃない。現役の春日じゃない。やっぱり。いや、気づいたらですよ。それバカリズムさん教えてもらった感があったんで、あの頃のなんかそのキレというか、そのなんかこの、もう一回この、取り戻した感じありますね、自分の中でも。本当に良かったですよ。ところで何顔を怪我してるんですか？ところで、春日が何にぶつかることがあるんですか？ちょっとあの、ニキビをこじらせて。春日はニキビなんてこじらせないよ。本当に恥ずかしい話ですよ。春日として不本意なんですか？不本意ですね。春日はニキビに触らないもんね。そうですね。ほったらかしですもんね。関係なく本当にね。まさかね、こんなね、恥ずかしいっす。ただでそんな隠すわけにもいかないですしね。なるほど。確かに。なってしまったものはなってしまった。だったらもうさらそうと。そうですよね。受け止めてもらおうって話です。なるほど。いやー、どうですか？そうなんですよね。もう戻っちゃったら、特に話すことない。だって点検しても大丈夫なんですよね。問題なかったから。まあ、唯一心配だったのは、あの、先日お会いしましたよね。今、岡林さんにも話したんですけど、スクール革命の収録行かせていただきまして、あそこで久しぶりに春日さんと会わせていただいたんですよ。あれと思って。あんな感じなんだって思って。確かに。だから唯一、都内で戻ってない現場はあそこだけです。あ、そうなんだ。他は全部、他で戻ったんですよ。スクール革命だけが、一番長いレギュラーなのに。難関なんだ。そうですね。いや、やっぱりあの、その、ひっぺがしのザキヤマさんがいますからね。いや、そうなの。壊し屋がいるんだ。そうですね。一回壊されちゃってるんですよ。スクラップになっちゃってるんで。朝からまたこの一からこの春日を立て直す作業っていうのが。あれはね。ちょっと、なんか本当に、だから、俺はもうね、あの、本物の春日だと思ってあの現場に行ってるから。はいはい。ね、スタッフさんにも、僕、春日さん大好きで、これこれこういうことがあって、みたいなことちゃんと話した上で、今回僕、春日さんになんかいろいろやってもらいたいです。じゃあ、春日さんになんかやってもらうネタを振りますね、つって、あの、僕仕込ましてもらったんですよ。ね。んで、いざ振ってみたら、みんながなんかすごい春日さんをね、なんかものすごい蔑んだ感じで、いるじゃないですか。すごい悲しい。俺にとっては、ね、スーパースター春日なのに、なんか、そのなんか、お父さんが、蹴られてる姿見せられてるみたいな。相当だよ。ええ尊敬する。家ではあんなかっこいい。尊敬するお父さんが会社でなんかすね蹴られてるみたいな姿見たくなかったんですよ。で、僕は、その一回休憩時間があって、春日さんのとこにバンって走って行ったんですよ。ね。そうですね。行ってた、行ってた。そうそう、春日さんどうしたんですかって言った時に、あそこで僕は春日さんに、ね。いや、あれ、まあ、別になんてことはないよって言ってほしかったんですよ。それをものすごい苦い顔して、いや、ちょっとしょうがないんですよって言ったじゃないですか。いや、だからね、ここはちょっとしょうがないんですよ。それはまずい。それはやっぱ家帰ってね、やっぱりちょっとね、反省しました。さすがの春日も。あそこはね、そう、やっぱそのファンの夢を潰したというね。本当そうですよ。せめて僕の前だけ、僕話しかけた時には春日でいてほしかったもん。そうですね。これも春日の一つの仕事なんだよっていうね。そうそうそう。少年、少年よって。俺もそう、春日の一部なんだっていう言えばよかった。そうなんだ。春日が食っていくためにはああいうことも必要なんだよっていうね。そうですね。あそこをもうちょっと時間なるほど。今後ですよね。やっぱ山崎さんですか。そうですね。ザキヤマさんに、やっぱりこの、見せていかなきゃいけないなっていうのがありますよね。昔ね。やっぱ連鎖してね、みんなもバッて手離しちゃいますからね。結局俺も手離しちゃった。怖くなっちゃって。床にペシャーって春日が。散らばっちゃった。散らばっちゃって。もうかき集めるの必死ですよ。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国ネットで生放送バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。はい、
今日はオードリーの2人をゲストに迎えて、いろいろ話を、聞いているんですけども、うん、春日さん、メールが止まりませんよ。そうでしょうね。何も、もうちょっとね、いつも以上にもう殺到しておりますよ。俺は、うんうんうん、ちょっと読ませていただきますね。愛媛県ラジオネーム前田ら、春日の現役復帰宣言感動しました。僕らにとっての春日はサッカー少年にとってのキングカズと一緒です。ありがとう。とんでもないよ、うん、カズと同じぐらい、キングカズですね。キングカズダンス、大丈夫なんですか、キングカズ。キングカズですね。間違ってないようにも聞こえる。でけえ風船だからパーッつって似合いそうだね。それはカスカスダンス、カスカスダンス、カスカスカス。そうですよ、やってね。まさに僕らからすればもう、僕らって何ですか。僕らカスガー少年からすれば僕らカスガーですから。カスガー少年からすればもう、まさにそういうイメージですよ。そうですね、喜んでいますよ。ラジオネームはめ太郎、春日は最近肌が焼けていますが、なんでですか。子供たちにお願いされてイカダを海岸で作っていたからですか。そうなんですか。どういうイメージ。どういうことだ。そんな子供たちのためにイカダを作ってあげたりしてるんですか。まあ子供たちのためっていうのは大きく言ったら間違っていないですね。なるほど。まあ、イカダは作ってないんだけどもね。ちょっとまあ、その、カスガの、うん、まあ、新たな挑戦というかね。はいはいはい。うん、まあ、近日詳細は明らかになりますけれども。なるほどなるほど。ええー。それはじゃあ僕ら楽しみにしてていいんですね。そうですね。がっかりする親じゃないですよね。がっかりではないですね。ただ日に焼けてるだけじゃないですよね。そんなわけないですね。そうですよね。カスガですよね。そうですよ。カスガはカスガとしてそこに存在するんですよね。なるほど、こういうことだったのかっていうね。苦笑いでちょっと待ってくださいよじゃないですよね。そんなカスガはもうどこにもいない。どこにもいない。そうですよね。大丈夫です。そんなものはスクール革命に置いてきましたからね。あそこだけ。あそこ、まだあそこだけ。逆に貴重だな。逆にね。そうか、逆に貴重なんですよね。まだありますよ、はい、うん、ラジオネームピスタチオ侍、うん、春日さんは今油が乗りまくっていて、うん、ドッグカフェの店員さんとデートをしたそうです。これからはもっと多くの女をはべらしていくと思います。楽しみですね、うん、そうなんですか、うん、プライベートで。まあそうですね、プライベートで久しぶりにそのいわゆる女性とね、うん、お二人で。春日さんの、僕はそういう女性関係とかまだ全然知らないんですけども、はいはい、これどうなんですか。謎に包まれてるというか、うん、まあもし多分ラジオだとかそういったところで話してるのかもしれないんですけど、春日ってモテるの、うん、子供には人気ありますよ、子供には当然人気あります、はいはいはい、実際どうなんですか、女とか抱くの。それはやっぱり、明日への活力としてだけだ。明日への活力。女ってのはやっぱり。なるほど。生肉とはやっぱり女は明日への活力ですから。なるほど。あ、かっこいい。あ、それいいですね。はい。生肉。生肉食べますからね。そうですね。焼かないですからね。関係ないと思ってますからね。やっぱそれはありますよ。そうですよ、ね。春日といっても人間、男性ですから、年頃も。ね、やっぱ、そういう女性は、若林さん、どうなんですか、はい、春日さんって。うん、いや、秘密主義者なんですよ。秘密主義者なんですか春日さん。やっぱりそうです、うん。あんまりベラベラ男は喋るもんじゃないっていうのもありますし。まあ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 、まあ。やっぱり春日って職業やらせてもらってますから。かっこいい。うん、キムタクみたい。いや、何々みたいってありなんですか。俺も言っていいですか、マスオさん。思いつくやつたくさん言っていい。言っていいですか、カズみたい。スターですか、スター。そうそう、その辺に肩を並べるという。キムタクもそうか、スターだから。そうですよ。スターですから。でも、秘密主義者なんですけど、うん、この間そのラジオで、そのドッグカフェの店員と、はい、プスマで、我々がプスマ出させてもらった時、はいはいはい、鎌倉をね、うん、ロケしたんですけど、うん、そのコース通りに、はい、デートしたっていう話をして、春日そういうのコース通りに行くの、ね、やっぱそうですね。本当にだから、そのプスマで行った時に、心からいいなと思ったから、それはやっぱり活用しますよ。それはいいんだよね。それはやっぱり女性を楽しませるっていうのはやっぱり、春日としての役目だし。女性を楽しませるためですもんね。そうでございますね。あ、別に、無難な方を選んだっていうことじゃないですよ、ね、じゃないです、じゃないです、じゃないです。なるほど、なるほど。それどうだったんですか、その女性とは。まあまあ、結構いい感じでね。向こうの女性がその、テレビをオンエア見てなかったんですね。なるほど。見てなかったから全部新鮮なリアクションで。ああ。普通の男じゃないですか。そうそう。ふすま見た普通の男ですよね。だからね。よかったんですよ、じゃないですよ。頼むよ、本当に。やっぱそういう部分もあると。なるほど、なるほど。お茶目な部分ね。そう、35歳の男性って部分もあるから。
そこがやっぱり人々を魅了する。そっかそっか。全部が春日すぎると、うん、我々はちょっとあまりにも雲の上すぎると。そうなんですよ。そうやって庶民的な部分もあるんだよということで、うん、ね、春日はね。そうです、そうです。もう安心させてくれるんですよ、僕らを。うん、そう、そうなんですね。そうです、そうです、そうです。そうです。そういうもんだよね。そうか、そうか。完璧じゃないと、春日もね。そうそうそう、うん。手が届きそうだなと思ったら、ふっと離れたりします、ね。なるほど。なるほど。そういうことなんですよ。だからね。だからファンもずっと追い続けるんでしょうね。そうなんでしょうね。まあ、罪な話ですけどね、うん。届きそうで届かないっていうね。そこなんでしょうね。う今日は、準備してますね、なんか。いや、準備はしてないですよ。ええ、前回より準備できるからな。整ってますね。なんかもう、覚悟決めてきてるから。前回は戸惑いながらやってたから。そうですね。なんかあれでしたけど、もう今回はもう覚悟決めてきてる分なんか。もう、もう、もらってもいいと思ってますね。すごいです、ね。いつかパンチもらってもいいと思ってます、ね。ええ。あ、そうなんですね。そうですね。まあ、若林さんはどうなんですか、うん、あ、僕がですか、はい。じゃあ、僕、若林さんの話も聞きたいんですよ。あ、女性ですか、うん、はい。いや、これが、うん、やばいっすね。やばいですか。この間、まあ、松野さんにもちょっとだけさ、話しましたけど、と、はい、んだ風俗野郎だったってことが発覚しちゃって、自分が。あ、若林さんがですか。いや、俺、その、彼女いない人って、俺、2週に1回ぐらい風俗行ってると思って。はいはいはい。俺一週間に一回ぐらい風俗行くんすけど、みんなに聞いたら行かないですね。俺すげえショックで、で俺なんか別にその下ネタ野郎じゃないし、はいはい、でなんか山里さんとか、うん、そういうなんかいや行き過ぎでしょみたいないじってきたんすけど、はいはい、山ちゃんより行ってるんですよね。なるほど。で俺ちょっとショックで、みんな男ってそうだと思ってたんですよ。僕もそれぐらい行きますよ。え？え？マジっすか？マスオさん？僕はそうなんですか？いや、それはそうなんですか？僕は性欲がすごく強いから。はあ、そうですか。まず、ええ、こうどうですか？一人でどれぐらいします？あ、その一人のやつですか？はい。いや、それはね、僕二日に一回ぐらいはもうしてますね。なるほど。僕ね、一、はい、日三回します。ええ。今でも今ですか？今でも一日家にいたら、例えば休みだったら、それはすごいっすね。僕の性欲はもう異常ですよ。それすごいっすね。はい。それはなかなか大したもん。一日3回って。一日3回。どういう時間帯でやってくんですか？何ですか？あ、だからまあ昼ぐらいに起きるとするじゃないですか、はい、休みだったら。はいはいはい。起きてちょっとゆっくりしてしますよね。はい。でも何やかんやいろいろね、ちょっとした雑務をこなして、はい、でまあしますよね。いやでまた暗くなってご飯食べて、うん、ね、何かやってしますよね。でそのまま朝まで起きてたら下手したら4回目行きます。僕はなかなか多いですな。いや、1日4回はすごいですね。僕はずっと、ね、だからでも、うん、別にこれはずっと変わらないだけだから、うん、中学ぐらいからただその回数が落ちてないっていうだけなんですよ。え、でも1日4回やった日の次の日は1日3回とかできないですよね、うん、できます。休みだったら休みだったら休みだったら1日家にいればね、やれる環境にあれば。仕事が忙しかったりすると全然できないですよ、なかなか。それでも一回はします。俺で一番びっくりかもしれないです。マスオさんに出会って、この話が。俺の情報の中で。情報の中で。スター春日は性欲ってどうなんですか？どうなんですか、春日は。まあ、だからね、そのバカリズム君の後だとちょっとあれだけど、うん、私もまあ毎日。やっぱりしますね。三回っていうのはなかなか、あ、うん、まあないけども。一日一回。一日一回必ず。ただ、春日が一人でやっていいのかっていうところありますよね。あ、そうですよね。春日はオナニーをするっていうのは、これ春日的にどうなんだって、そこちょっと決めてった方がいいですよね。なんか変な話、一夫多妻みたいな雰囲気、うん、なんか、ハーレムみたいな感じかな。うん、困らないっていう、そんなことに。やっぱ俺らみたいに、やっぱ困ってる人間を、ね、する手段じゃないですか。まあまあ、そうかもしれない、ね。俺はだから、その、一本じゃないかもしれないと思ってる部分もありますからね。ものが確かに、ね。そのなんかで、何本かあっても、うんうん、やっぱ春日だったっていう感じがします。そ, す、うん、それはだから、もう本当に何本もさすがにないけど。でっかい一本ですよね。でっかい一本、そうですね。いや、何本かを一本にまとめたみたいな言い方じゃないですか、ね。でっかい、魚肉ソーセージまとめて売ってるみたいな感じ。赤い、赤いあの、
取りづらいテープで、そうですね。いや、まさにですよね。さすがだね。さすがうまい例えをしますね。何本かみたいな感じだね。一本にまとめてドン。ただの一本じゃないからね。まとめてドンっていうのを、うん、やっぱりその私も本当強い方だから。あ、強いでしょ。ええーうん、その、放っておくと、それはさすがに毎日抱けないですよ。なるほど。女性をね。そうか、そうか、そうか。忙しいからね、そうなんですよ。やっぱそれがやっぱ世間が許してくれないっていうね、うん、時間の使い方として。ただその、春日がノートパソコン開いて動画でっていうのはちょっとやっぱがっかりしちゃいますよね。それはだからね、本当申し訳ないとしか言いようがない。その点に関して。そこも認めちゃうんだ。ええー、それはやっぱり1日2時間ネットサーフィンが欠かせないから。あ、それは、ね、カズさんは何にも使わずのが良くないですか？何にも使わず。手も触れて。手も触れて。もう、こう手を広げてね。広げて。この状態。胸広げて、もう胸張って、あのポーズのまま。じっとして。じっとしても表情も変えず。そうそうそう。それでネット見ながらってこと、うん、ネット見ながら。ネットも見ないですよ。もう、ただバッとして。あの部屋で。あの部屋で。それで行くんですか？そう、行くんですよ、カズさんは。なんか、クッて動いて。なるほど。ちょっとだけ動いて。ちょっとだけ。それはさ、もう見てもらった。それで毎日行ってたら一日一回変だよそれ。いやでもやっぱそういう風にしていかなきゃ、それはやっぱりやっていかなきゃいけないね。ちょっとね、お二人にはこれ、エンディングまでお付き合いいただきます。クルリでレベル30。東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国ネットで生放送、バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。はい、ということでエンディングです。もう先に、いろいろ告知事をちょっともうやっちゃいましょう。今週のオールナイトニッポンゴールドは、明日からも豪華ゲストが続々登場です。明日火曜日は工藤官九郎さん、ゲストに津川雅彦さんが生登場。津川さんは出演の伝説の濡れ場についても語っていただきますと。あさて水曜日は、小島恵子さんとミッツマングローブさん、ゲストにはミッツさんの実のおじ徳光和夫さんと野球大好き芸人のナイツの二人が生登場。野球音痴の小島恵子さんにプロ野球雑学千本ノック。木曜日は、ゆずのお二人、ゲストに大卒インテリ芸人、オリエンタルラジオを迎えて大学の魅力について熱く語ってもらいます。金曜日は相棒劇場版3スペシャル、ぜひお聞きください。で、オードリーの二人もなんかあるんですよね、こっち、はい、そうなんですよ。ええ、我々のスペシャルウィークは、五戸アナのね、結婚するということで、はい、春のウェディング祭りということで、うん、披露宴をやろうじゃないかという番組の中で、番組の中で余興をいろいろやろうかなっていう感じになってますね。余興、はい、いろんな若手呼んで、そうなんですよ。もうもちろんその描く通りの意外とオードリーってそういうことしますよね。いや、ほぼそうなんですよ。スペシャルウィークそうなんですよ。若手とか近い人呼んで、うん、すげえネタやらせますよ。そう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 、過酷な状況でね。ああ、それ楽しみですね。はいはいはい、はい、ということでね、今日二人を、に来ていただきまして、はい、まあ、先ほど、盛り上がったお話なんですけども、はい、ちょっとメールが来ております、はいはい、北海道、ラジオネームバリカタ、はい、春日のオナニーはアラジオを使ったスタイルだと思ってました、違うんですねと。あ、普通なんだ、ノートパソコンで、ね、俺たちと同じなんだと、ティッシュで拭くんだっていうことですよね。あ、ちょっとがっかりさせちゃったね。がっかりですよ。まあ、ティッシュ、まあ、ティッシュだな。ティッシュなんだ。うん、違うの出してくれよ、春日。ティッシュ、そうだな。手でピッて切って、バーンって捨ててほしいですよ、ね。うわーって、後ろに、空中に。後ろにバーンって。で、その場を去ってほしいですよ。なるほどね。春日はもうその場にいないですから。いやー、だからそこがまだちょっと、でも逆に嬉しいです。自分でね。なるほど、まだその完全でない部分があったんだなって、はい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 、まだ伸びるぞっていうね。それがそのオナニーの仕方だったっていう。春日の未完成の部分が、ま、伸びる。いや、もう春日はちょっと今日固めないとね、うん、ちょっとね、今後ね、まあ、いろいろなところで疲れると思いますんで、そうですね、ね、いや、もうぜひ今後はもう手でピッて切ってもうパッて捨てるから、ね、そうだな、そう、流しにパーンって、そう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 、手羽間みたいな感じでさ。そうですね、触らずに、うん、粗塩だけだから塗って、うん、じっとして、じっとして、じっとしたらだんだん気持ちよくなってくるんですよ。それはやばいね。見てもらわないとダメなんだよ。
それめっちゃかっこいいですよ。そうですね、春日は、うん、いやだから本当もう二度と少年たちばっかりさせたくないから鳥がバーって寄ってくるんですよ、こう立ってたら下脱いで立ってたら鳥がブワーって寄ってきてで気持ちよくなって全部持ってくるんですよ。いやマスコさん何言ってんすか鳥が寄ってきてって長相みたいになってついばまれてねうわーっつってガカラスとかが入るそうそうそう普通の人だったらもうちぎれちゃうような痛さだけど、春日のはもうそんなんじゃもう全然動じないから。そうですね、いいですね、鳥にやらせてるっつって、そうですね。とかね、土佐犬に襲わせたりとかね。いや、それは持ってかれちゃうでしょ、それ。鳥とかそう、襲われ、もうエモじゃないですか、そんなやつ。超極エモですよ。土佐犬に襲われて襲わせるってなんですか、それ。高速に、高速の端っこに立って、はい、あの人が立てるところに立ってで、チンコだけ出してブーンってペーンってやってペーンペーンペーンって言ってそしてだんだん気持ちよくなってそのだんだん気持ちよくなってって何なんですか一発で終わっちゃうよ最初のどんなイメージじゃないですかそれスターのやり方のイメージっておかしいでしょ。春日は強いっていう気持ちどこまで行っていいのか分かんないけどその想像がだからその方が夢がありますよね。そうですそうですそうです。爆竹ぐるぐる巻きにして火つけてパン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 。いやだからさっきからずっと M のやつを言ってたら普通の人ならね、普通の人ならそれ M ですよ。痛めつける行為だから。そうですね、強いから、うん、それぐらい刺激を与えないとっていう。なるほどね、捨てでなんかこするとかだと物足りないと。もう刺激が欲しいですよ、ね、普通の女性とするときいけないんじゃないの爆竹なんかで毎日一回行ってたらそうだなっつってちょっとごめんっつってちょっと離れて向こうで隣の部屋でパパーンうわうるせえよそれそれぐらいないと春日はまあそうですね。そうですよ、プリチンでだんじり祭りに参加してそれ何なんですかそれそのスリルでスリルでだんだん気持ちよくなってどっかにぶつかるとかじゃなくてスリルを感じるんですよ。風とは風とスリルを感じてだんだん気持ちよくなっていってなんだスリルでスリルはねまあそうですねそうやっぱ波の刺激じゃ物足りないと、うん、そうですよ。もうそれぐらいの春日が1個ぐらい出せよ自分からお前爆竹とか高速とかやっていろいろ出てんのそれやっぱ出さないのは春日よ。そう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 か、そうか、そうよ、ミステリアスにね。そうですそうです、出さないと浮かばないんだから。出さない浮かばないって言っちゃった。浮かばないのは春日。言っちゃったよ、好きなだけ言わせてあげてるっていうスタンスじゃないですか。そうですね、伸び伸びやらせてあげてるって、そう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 、春日3メートルあるからね、プロフィール上はちゃんと ね、僕らの夢を壊しちゃいけないんです。でもさっき本人はノートパソコンって言ってたけど、うん、それはいいのそれで。いやだから、うん、そこがだからまだ春日 の、うん、その完全じゃないところだから、ね、ノートパソコンって別に画像をそこに映し出してるわけじゃないでしょそれ。はい、あの USB ケーブル差し込むとこにガーン差し込んでガンガンものすごいちっちゃいじゃないですか物が差し込もうとしてる、ね、差し込もうと入らないじゃないですか。なるほどね。だんだん気持ちよくなってとかそのバーンっつってこうバーン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 ノートパソコンだから挟んでバーンバーンってやってだんだん気持ちよくなってだんだん気持ちよくなって春日のオナニーの話で終わりますまた来週22時にお会いしましょう。さよなら。お願いいたします。トゥース本物だ。オードリーケーねえ、わざわざねえピンクベストまで来ていただいて。いやいやそうです、いいのに。いやわざわざないですよこれで来ましたから、歩いてねここまで、ガッつりスイッチを入れてきてもらってね。ええ、まあ今更こういうことをね、まあ言うのはまあちょっとあれかな、心苦しいんですけども。うん、どうぞ。まあもう
いいかなみたいなのちょっと待ってよ、ちょっとバカリズム今日。その、少年、バカリズム少年の、春日へのキラキラ感は、もうある程度、やり尽くして、で、春日さんも、ね、まあ、僕の、まあ、春日さんのこと、俺は好きなのはもうずっと好きですよ。ありがたい。ありがたい。で、もうずっとこのまま、で、春日さんも、割ともう、いろんなところで聞くんですよ。はい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 。昔の春日を取り戻したっていうのは。いや、そうですね、そうですね。ねえ。で、で、マスノさんのあの、ツイッターのアイコンも春日になってたでしょ。あ、そうなんですか。あれ、すごいっすよね。俺、ドットのアイコンなんですけど、俺がピンクベスト着て、トゥースしてるのが今、ツイッターのアイコンしてるんですよ。素晴らしいじゃない。普通にファンですよ、ファンとして。なんか、で、マスノさんが、その、やっぱ春日スターだっていうのを言い始めて、で、有吉さんも、なんか春日がすごい天才だって。若林、お前はいつも滑り笑いだな、みたいな、なんか感じになっちゃったんですよ。なるほど。いや、なんか、マスノさんと有吉さんが春日すごいって言うから、なんか、ほんとコアなお笑いなんかそうなのかな、みたいな。ツイッターのアイコンもそうなるから、春日の良さを分かってから、お笑い2みたいな。春日の裏を言うやつは寒いみたいなね。見えてない。いい、そうですね。春日言ったやつは見れてるやつ。俺一番難しいんですよ。こうやって、春日今こうしてますけど、あの新幹線でマスクしてがっつり寝てるのも見てるわけじゃないですか。明かすなヒーローの裏を。そっかそっか。こういうのを言うのが無粋だみたいな風潮になってきて。でも一応ほら、ね、でも一応、その形としては、オードリーの理想の形はそうじゃないですか。そうそう。春日という存在があって、相方がそれを崩してみたいな。はいはいはい。二人のやりとりとして。はい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 。で、周りは、春日こう、ね、え、そうなのってこっちの方違うんですよっていうふうに。はいはいはい。ね、否定するのが。そうなんですよ。今一番いいバランスですよね。いや、そう。でもまあ、一年半ぐらい、マスノさんにそういう感じやっていただいて、やっぱ一番跳ねてたのが2回目のこのラジオだと思うんですよ。あれは面白かったですね。あれ面白かったですね。今日もだ、どうしようかなっていうのがあって、その、俺だけではもう、俺はもうずっと変わ、ね、変わらないし、今までのは、どうした春日から入ってるから、その現場でも。なるほど、なるほど、そっか、そうですね。まあまあ、前に、これスクール革命出させてもらった時にね、俺はもうそのキャラで行って、キャラって言ったらあれだけど、で、まあもうそれも世に広まったじゃないですか。広まりましたね。で、春日さんも春日さんそれ乗っかって、なんとかするけども、なかなか、まあ、うまくいくこともあれば、いかないこともある。でも、俺は目をキラキラさせて、カスはもっと頑張って、頑張って、というパターンで。はい。はいはいはい。まあ、そのパターンというか、形というかね。形というか、形、パターンというか。そうですね。ちゃんとね。ようやく良くなった不景気が終わったんだよね。終わったでしょ。そう、晴れましたよね。ね、その、笑い起ころが起こる前が、カスはもう堂々としてるっていうのが、本来の目的。はいはいはい。ね、あそこで、でも実際に果敢にやってくれたから。もう、俺的にはもう、なんていうの、その、なんていうかな、この、うちわでパタ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 って、その、火をね、もうある程度、もう火はもう起こってるから、もう危なかったですもんね。そうそうそう、もう消えかかってたから、この2回目の、ね、2回来てもらうときにパタ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 って、また燃え上がらせて、他の番組でもやってもらって、今もうバンバン燃えてるから。いや、バンバン燃えましたね、あれから。やっと通常のトークができるかなっていう。そうですね。なるほど、なるほど、なるほど。これやりにくい。そうですね。やっぱり、その、2回目のイメージがあるんでね。なるほど。このね、よかったっていう。そうだね。いや、だからやっぱ、春日はやっぱり春日だ、スターなんだって言って、オードリーのファンが調子こいてたのが腹立ってるんですよ。な、みたいな感じで。な、みたいな感じで。だって、なんなら、オードリーのファンでもちょっと春日さんのこといじってたわけでしょ？という時代もありましたね、やっぱ時期的には。だから、今ライブとかやっても、春日がゆっくり出てくる、おーみたいな、プロレスラーが出てきたみたいな。これこれこれっていうね。そっかそっか。だから、うん。プロレスを応援する人に近い感覚なのかもしれないですね。かもしれないですね。そうですね。そういうものだと思って見てもらう。パタパタパタってして、今回も今もいい感じになってるから、正直その後、この3回目で、このピンクベストの感じでがっつり来られるのは、ちょっと俺、重いんです。ちょっと待ってくださいよ。いや、そんなこと言っちゃいけないよ。悪いことしちゃったなって。そんなこと言っちゃいけないよ、私は。芸人仲間として悪いなっていう、なんかその、無茶ぶりだから。いや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 。いや、これでもやっぱ面白いもんで、1回目のあの時代に、春日はスターなんだっていう人はいなかったじゃないですか。そうそうそう。だからその、あ、やっぱ後続いてきますから、フォロワーが。ね。
だからもう、マスオさんの仕事がこう離陸したから、カズガは。そうそう。まあ、もちろん、継続はしていくけど、うん、もう一回、なんかね、はいはい、改めてっていうのもなんか。うん、ええ。あ、なんかもう、うん。いや、それはでも寂しいじゃないですか。それはね、ありがたいけれども、親らしが、それはやっぱ寂しさはありますよ、ね。なるほど、ね。やっぱあの、くすぶってた頃。一生懸命の空気をなんか送っていくな、これね。キラキラされて。ええー。上手かったもんな、春日が。やっぱ一回ね、その、そこまで落ちた時に、やっぱ光を与えてくれたのは、ね、バカレンさんだったから、状況は辛いけども、やっててやりがいはあったっていう、ね。なるほど、。これから一緒に頑張っていこうっていうのがあって。そうですね。俺ももう実際売れちゃったから、春日というね。ブランドがまた確立されたから、そう、ここは今一番、この3回目が、こう、なんか俺の中で分岐点な気がするんですよ。なるほど、なるほど。ここがどっち、まあ、もちろんね、はいはい、その、俺が引っぺがす笑いにも絶対いかないんですよ。はいはいはい、それは、その考え方は俺ないから。はいはい。春日さんは春日さんとして、いてほしいし、それを面白がる気持ちは変わらないけども、もうでも、うん、そろそろ普通にトークしてなって。そうですね。その上で、その上でその春日と、はいはい、もうキャラも定着したようですし、まあ、そっからも、ね、今度はトークしていこうという。そう、それの同時着席だったわけですね、そうそうそう今日は。そうそうそう。春日が遅れて。言われたんですよ。遅れてしますとか、はいはいはい、いや、もういいです、いいです。ちゃんと喋りたいからって、毎回あのコントやってるのしんどいから。あ、そういうことだから春日さんも大変だろうし。なるほど、もう安心したということですね。そうそうそう。なるほど。その上で、だこっからが、本領発揮するところですよ。そのね、まあ、だって言っても、1回目、2回目ってね、はいはい、言ったらもう、テンション上げてね、うん、昔なんかやってたトゥースとかを、本意気でやれば、まあ盛り上がるっていうところだったわけじゃないですか。っ言ったらまあ、そんな言い方はないじゃないか。ベストネタを。そんな言い方はないじゃないか。ベストネタをやってくれたわけじゃないですか。はいはいはい、往年のそのままやってくれて、はいはいはい、ね、一周したわけですよ。すね、こっからは、ある程度トークで、そういったところ、春日らしさを出していってほしいから、ね、普通の、メールの質問とかに、あの春日はなんて答えんのかとかね。はいはいはい、はい。なるほどなるほど。そういうのを見たいってことね。そうそうそう。なるほど、そういうことですね。はいはいはい。まあ、取り戻した、確かに取り戻したわけですから。春日は春日ですから。そうですね。あ、そういうことだったらよかったです。で、もう次4回目があるとしたら、別にもうベストはいいです。だんだんとね、重い。普通にしゃべる、ね。なんか、申し訳なくなる。手間をかけさせるのが。芸人仲間として。はい。で、それはまたこっち側に委ねてください。委ねてください。ベストで来るか、その服で来るかっていうのはもう、そうそう、こっちの、その時の。もちろん、カスミンは認めませんよ、俺は。カスミンはよくわかんないから、カスミンやられるとちょっと、あれなん、どういうことってなるから、そこは聞いてないから。わかりました、わかりました。それはそれは。カスガとして、わかりました。別にもう、ね、リスナーの方に、はっきりとカスガらしさをトークで見せてもらえれば、全然俺はもう満足。なるほど、わかりました。そういうことだったら。大丈夫ね。なんかちょっと心配な顔してんだけど。大丈夫、大丈夫。カスガでいてほしくない。そうそう、カスガでいてくれればいいし、今までと気持ちは変わんないから。わかりました、わかりました。うん。そんなに俺も頑張らないっていうだけだから。もう大丈夫だと思ってるから。オッケーです、オッケーです。ええ。その、カスガの、その、中の部分を知りたいそう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 。側はもう、また、できましたから。だし、いい加減、若林さんと喋りたいから。それもありますよね。必ずカスガ一辺倒になるから。そうですね。確かに。二人、オードリーの二人に来てもらってるわけですから。はいはいはい。ねえ。そうですよ。わかりました。じゃあちょっと一歩引きましょう。そしたらね。だからたまに、いや全然入ってきていいんですよ。だってラジオでは普通に喋ってるわけですから、普段。自分の番組ではね。だからその感じでいいです。わかりました。うん。全然大丈夫です。全然行きましょう行きましょう。そうそう。だここ、安心してほしいな。ここには敵はいないから。そういうことですね。ね。うんうん、ここで滑らせるような人はいないし、春日をみんな面白いと思ってるから。うん、ああ、それはもうやりやすい。それまで聞きたかったそうそう、それはもう、ナイーブだけど。スタートした。ハードキ、いや、同時に入ってくださいって言われた時に、もうドキドキしちゃって。聞いてないからさ。聞いてないです。っつって。やっぱ遅れてくるんじゃないのか、それは。いや、俺嬉しい。何回も確認しましたね。そうだよね。そうですね。そうしていかないと、今後大変になってくるから。そうそうですね。はいはい。ね、いい加減このコントはもう終わらせないと。そうそうですね。ここからトークでやっていかないと。わかりました。ねえ、ということで、なんだかんだ、若林さんと全然喋ってないから。そういえばそうですね。もう会えばもう風俗の話しかしなくなっちゃってますもんね、あの現場でも。何をきっかけかわかんないけど、若林さんのそのテレビでの、なんかネジが外れちゃいましたよね。いやいや、それ松野さんですよ。俺は、アメトークで。あれきっかけですよね。あれきっかけですよ。だって、
ねえ、うん、若林さんテレビでそんな言ってなかったですか？いや、俺一回も言ってないですよ。ラジオぐらいでしょ？アメトークで、うん。ですよね。あの回ですよ。俺もラジオぐらいだったんですよ。うん、あ、そうですよね。そう。ほんで、あれちょっと有吉さんも言って、有吉さんが最初にこう、ね、先頭切って言ったことでなんか乗っかって、そうです、そうです。若林さんが俺知らねえからみたいな顔してたから、ちょっと待てと。ここはもう行かなきゃいけないだろ、ね。俺の持ってるあの風俗のカードでも、一番強いカード、はい、あの、バーベキュー誘われたやつ、松野さん一発目で切ってきたから、俺もあれ、引けないですよ。だって、俺なんか誰かに聞いて、誰かがね、オードリーの名古屋の番組で、はいはいはい、若林さんが、はい、バカリズムさんは風俗やるだっつって。いや、そうそう。俺と、松野さんは風俗よく行くっていう話で。だってもう、別の番組で一緒になった時も結局風俗の話になったじゃないですか。いや、なりましたね、あれもね。あれね、まあ、結構カットされてましたけど ね、本番は。春日さんはどうなんですか、そういう。私はね、あんま行かないですね。あ、そうなんですか。ええー、その俗に言うど真ん中の風俗は行かないです。ん？ど真ん中の風俗は行かない。だからそのエステ的なものには。なるほど、なるほど。ちょっと、マッサージを散々ガーってちゃんとしっかりやって、ね、後半にちょろっとチンコ触るやつですね。そして、いわゆるそのスペシャルマッサージがあるみたいなお店を探すのが好きなんですよね。ここはどうなんだと。わかるわかるわかる。ここは普通のマッサージだけで終わるのか。わかるわかる。それがあるからこそ、その、ありがたみがあるんですよね。そうなんですよね。その女性のアドリブ感を楽しめるってやつで、うん、本当にその女がエロいからそれが発生したっていう感じを楽しめる、はいはいはい、本当にスペシャル感を味わいたいのでそういうとこ探すんですけど、でもまあ行きつけのところはあったりするんですよね。それはどっちなんですか？それはそのちょろりがある、ちょろりがある、デフォルトであるとこなんですね。そこはありますね。あ、でまあ言ってもだからそこばっかりこう行くんですけど、あ、なるほど、手堅いから ね、まあ、からね、そうですね、常連ですね。あれなんですよ、 こいつ、うんうん、今、うん、芸人さんって、うんうん、コンパとかすごいいっぱいする芸人はコンパとか行って、はいはい、当たり前の時期がちょっと終わって、うん、結婚した人は家庭的な、はいはいはい、家庭の話したりする、はい、する流れあるじゃないですか。で、この人ね、一緒に行くディレクターとか後輩から聞いたんですけど、週2ぐらいでコンパしてて、今。え？それで後輩に、女の子用意さす先輩っているじゃないですか。はいはいはい。それやってるんですって。すごいっすね。それでなんか、今そんな遊び方するの、あんまいないじゃないですか。同世代であんまいない。それをね、全然喋んないですよ、ラジオとかで。ガチなんだ。ガチです。ガチです。それもガチです。春日は合コンどんな感じなんですか？春日はだって、はいはい、最後に来るでしょ？だって。大体もそうですね。最後にゆっくり入ってくるからね。いや、それで後輩聞いて、うん、で、こうなんかね、秘密主義者なんですよね。あ、で、後輩がもう俺びっくりしたんですけど、2年ぐらい春日に女呼んでくれって言われて、当てがってるやつがいるんです、今だっていうやつがいて、で、そいつに聞いたら、なんか、俺滑るから、コンパで、うんうんうん。何滑ってんすかって、突っ込んでくれって言うんですよって。で、それはなんでかっていうと、滑るじゃないですか、ガセンに、高校で。で、今田が、何滑ってんすかって言ったら、隣の女の子に、恥ずかしいって言いながら、やめなさい、若林君。そのお決まりのパターンがあるわ、若林君。やめなさい、君は。やりたいから、わざと滑るからって言うんですよ。そのキャラ、どう、春日の中であるんですか？滑る、滑らないの概念ないのが春日なのに、やっぱその場合は女子がいちゃうと、うん、そうなっちゃいますよね。春日はどうなんですか、はい、モテるんですか、これリアルな話。モテる、その、どんな感じなんですか。いや、モテはしないですよね。盛り上がります、それは。それはやっぱ、わっと、まあね、この最初の時に、うん、やっぱその春日遅れてくるじゃないですか。うんうん、で、まあ、春日それやるんですね。それやります。全力ですね。遅れてやってきて、はいはい、で、まあ、後輩とかに煽ってもらうわけですよね。はい、その、自己紹介的なところで、はい、で、最後、トゥースとかね。うん、あ、まあ、盛り上がるでしょ。あれ、いいですかみたいなことを言ったら、はいはい、で、まあ、トゥース、しょうがないね。一回ちょっとね。ちょっと渋りながらも。渋りながらも、やって、しょうがないで、トゥースわーっつって、まあ、全開でやるんですよ。で、まあ、喜ん、まあ、もうちょい盛り上がってもらって、うん、その辺はもう、だから盛り上がるんですけど。それは盛り上がりますよ。
ええ。だから、男としてね、はいはい、どう見るかですよね。もうそれで入っちゃうともう、一つの記号になっちゃうから、春日という。そうですね。結構話食い違ってて、うん、一緒に合コンしてるディレクターとか後輩に行くと、やっぱり、うん、そんなもんかと思ったんですけど、うん、あの筋肉鍛えて、ボディービルやって、はいはいはい、それからすごいモテるんですって。だから、俺らやっぱ、うん、巨乳とか好きじゃないですか。すごいやっぱ簡単に、同性の女の人から見たら、思われるぐらい巨乳だったらちょっといいなって。ね、一回もう目つきますね。いや、そういう感じで、筋肉鍛えてから触らしてとか、あ、そっか。かっこいいとかなるんですって。そっか。距離は縮まりますよね、触らせることで。そうですね。まあ、もれなくやっぱ触ってもらえますよね。あ、結局筋肉なんですよ。そういうの俺ちょっと意外で、うん、鍛えようかなって思っちゃいました。行きますよ。いや、行きましょうよ。いや、そういうとこあるんですって。いや、それやっぱあります。一つのアイテムとしてね。そっかそっか。わかりやすくね。ありますね。いや、韓流アイドルとかもみんなそうですね。エグザイルさんとかもやったら。わかりやすいから。女性はいいのかもしれないです、やっぱり。結局そうなんですよね。そうなんですよね。意外と言うじゃないですか、女の人って。ムキムキは嫌だとか。ねえ、黒いと嫌だって言うけど、結局抱かれるのはそういう相手ですもんね。そうですね。で結局世の中一番モテるのはビルダーなんですよね。おそらくビルダーなんビルダー。それはやっぱありますよ。そんなことないでしょ。うん、おそらくね。ビルダーっつうんですね。俺知らなかった。そっち方面の人はもう。ビルダーです。ビルダーって言うんですね。ビルダーですね。だからこれをつきすぎるとやっぱりちょっと違和感はね、あると思うんですけど。ちょうどいいんだ。ちょうどこれぐらいが。タレントが、なんかチャレンジモノで、やったぐらいの分量の筋肉がいいんだ。うんうん、そうですね。だから筋肉ない人よりは、ま、モテるとは思いますよ。これ結構、でも、話、割れるんですよ、うん。ディレクターとか後輩に聞くと、結構抱いてると思いますって言うんですよ。はいはい、春日さんは。うん、でも、春日に聞くと抱いてないって言って、うん、で、俺それラジオで聞きたいんですけど、うん、今、春日のそういうコアな部分いじんのが、ダサいのかなって俺も思っちゃってて。うん、ああ、なるほど。いや、でも、それはいいんじゃないですか。誰もしも興味あるし、うん、でもスターのその一面を見たいわけだから。むしろ春日だったら、抱いてて、もういいし、当たり前ぐらいの。リアルに抱いてんの、うん、ストレートに。いや、独身だし、ね、そうですよね。春日って、で、いや別に、見た目はね、はあ、あの、顔もね、ね、うん、こう、整ってるし、うん、筋肉もあって、うん、で、有名だし、はいはい、で、まあ、多分優しいと思うんですよ。はい、もちろん。これ、どうなんですか、うん、抱いてんの彼女いんの、いや、いないですよ。彼女いんの春日。急に俗っぽくなりました。いや、なんかほら、熟女が好きだとか言ったりとかあったじゃないですか。実際そうなんですか、実際だからでも熟女の人飲むことはなかなかないですよ。まあまあないですよね。機会がないですからね。ねだからまあ熟女の人も好きですけど、うん、まあまあまあ若い子。リアルに抱くのはどの辺なの、リアルに抱くのは、そうです。やっぱり20代後半。リアルだな。いや、来ないから、そうじゃない。当然だよ、それ。それも当然じゃないですか。ノーマル中のノーマル。まあ、我々のね、あの、庶民と同じなんですね、そこの感覚は。そこら辺はやっぱりそうですね。まあ、そう、親近感が湧きました。春日も俺たちと同じように、うんうん、なんか俺たちとのストライクと一緒なんだっていう。はい、自信が出てくるでしょ、むしろなんか二十歳ぐらいの若い子とかじゃなくて、喋、うんうん、りやすいし、うん、女性としても綺麗な。二十歳ぐらいだともう話が合わない。ああ、いいね。そういうギャップがいいな。これね、話が合わない。無理無理。もう通常のその今ね、その世間に出てるこの春日のイメージだと、はいはい、うん、ね、金髪の外国人に抱いてほしいけど。いや、俺、それ思うんすよ。うん。春日結婚するとしたら、外人と結婚する。そうそうそう。それが、多分春日らしい、すげえ春日だな、うん、やっぱ日本、はいはい、その、はいはい、日本には収まらない男なんだなってなるけど、まあ で, ね、でも逆に、その20代後半の、はいはい、なんか、普通の女性を抱いてるっていうのは、俺らにとっては、ギャップとして。そっかそっか。親近感が。親近感が湧く。俺らと同じなんだっていう。はいはいはい。なるほどなるほど。ああ。まあでもちょっと夢を、やっぱね、はい、その見せてあげるには、やっぱり外国人がいい、ね。そうですね、はいはいはい。結婚の発表はもうどっかで外国人。まあまあはいはい、後半に今度から外国人だちょっと、っていうか外国人がどう思うかで、この春日を。こんな奴が来てる。こんな奴が来て。それはもうね、日本で有名なスターだよっていう紹介しなきゃいけないから。そうですね。あ、抱くんですね。うん、まあまあまあ、そう、まあ、抱けるときはね。抱けるときはね。抱けるときはね、そう抱きます。いや、俺、でもそれ、うん、いや、マスオさんね、うん、俺ね、風俗行くじゃないですか。うん、で、よく考えたんですけど、うんうん、全然悪いことしてる気持ちないんですよ。うん、でもなんか、うん、がっかりしたっていう人もいる、うん、その声もあって、
って、はいはいはい、で、なんかこう、その日に抱く人いるじゃないですか。うん、一晩限りで。はいはいはい、俺ね、絶対そうならないんですよ。なんか、なん付き合うみたいなことだと捉えられちゃうから、うん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 、もう必ずもう偉い修羅場になるんですよ。一回、みんなの真似して、みんなの真似して、コンパでお持ち帰りして抱いたつもりが、え、そういう、え、どういうつもりで抱いたのみたいな。もう、それはもうイメージですよ。なんすかね、もう、でも、若林さんが抱くイコール、いやもうそういうチャラい遊び人のイメージがないから、うん、抱くってことはもうそういうことなんだろうなって、もう向こうも、いや、ガチで来るから、うん、そうっすよね、うん。だからそういうチャラい感じのその日限りのっていうテンションでもう来てないでしょ、うん、もうここに来てる時点で。うん、ですよね。そうですよ。いや、だから俺みんなの真似して、うん、お持ち帰りっていうのがあるじゃないですか。お持ち帰りでね、昔から、古来から伝わるお持ち帰りという風習。はいはい、だから一回、みんなで集まったとこから抜けて、はい、一軒もう一軒行って、はい、家で抱いたら、次の日からなんかもうもう、今度いつ会えるのみたいな、ご飯作りに行っていいみたいな。で、それを、そういうつもりじゃなかったんだってやったら、ショックみたいな。すごいイメージと違うみたいな。確かにイメージは違いますよ。うん、そう、だからそういう風に傷つけたくないから風俗で、うん、そう、そうですよね。言ってるつもりなんですよ。優しさですよね。はい、人を傷つけたくない。その日に抱くなんてね、はい、申し訳ないから、それはもうちゃんとそうそうなんですお金を支払って。はい、だから俺、その性欲は、うん、ちょっと、自分では人一倍ぐらいあんのかなって思うぐらい盛り上がってきちゃうから、うん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 、特に滑った収録の後とか、大事な、命の危険を、ね、感じるからね、そうセブスが、本来の、俺は自分で戦っていかなきゃいけないところで、牙折られたからまずいっつって、ね、せめて種を残して。種を残さなきゃいけない。次に繋げようと思うから、俺はもうダメだって。そういうことですね。大事な仕事でうまくいかなかったと。そう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 。とか行くんですけど、だからそうじゃないと、あれ、だから上手にできないとダメなんでしょうね。だからもう最初からそんな感じを出しといた方がいいんじゃないですか。うん、これなるほど、そのなんか流れで突然また戻るけど、どうやったらいいんですか？俺その日ないんですよ。あ、その日一回もないですか？その日パターン一回もないです。じゃあ、で俺も、だから、それで、修羅場になんなかったことがないですもんね。へ、う、ぇ、ん、で、それ、飲み会で、わーって喋ってるでしょ、はい、岡部さんから言うんですか、うん、この後、どうって。それは結構、なんか先輩が手伝ってくれたりして、うん、あ、もうなんとなく周りから固めるんだ。うん、お前らいいな、みたいな、してくれる人がいて。で、隣とかにしてくれて、はい、で、なんだかんだ、まあ、ゲームがあったりなかったりで、キスをしたりして、はい、つんだ。で俺はすごい真剣に、はい、みんなが、みんなの真似して、はいはい、ちょっと、どう二人で、抜けちゃわないみたいな。言うんだ。言って、はいはい、いいよみたいのがあって、抜けて、はい、それで、家行って、それでそういう行為があったら、はい、それでみんな終わるもんだと思ったら、うん、で、結構、お前だからそれ下手なんだよって言われるんですよね。どっから入ってんですかね。うん、もうその、うん、その感じにね、うん。スターはどうなの？どうなの？だからね、さっき話聞いてると、全然その遊びの、そのスポーツ感覚がないよね。ああ、うん、がっちりこの組み合っちゃってるんで。多分誘い方もちょっと若林さんじめっとしてんのかな。いや、そうなんですよ。で、結構。だから入り込むお互いに。ガチ感だし。そう、もう。俺、ガチ感出ちゃうんですよね。ガチ感、もう。もう、すごい組み合っちゃってるから。ああ、で、結構。軽い感じ言ってないんですね。そうですね。深い話とかまでしちゃってるでしょ、うん、言ったらもう悩み相談まだいかないかもしれないけども、うん、お互いのことはある程度わかるぐらいの会話しちゃってるから、向こうにもう、その、入っていっちゃってるのよ。うん。うん。だからその、ね。ほんと軽い、はい、そのスポーツチャンバラみたいな感じの軽い。まあっていう感じだね。ええー。そういう、だからやんなきゃ、その滑った後にね、嫌だーみたいなのやんなきゃダメなのよ。あ、そっか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 。そうそうそう。おちゃらけてないんだ。おちゃらけてない。ガチなんだ。本当に、いいなと思う。この後どうって真顔で言ってんの。いや、そうなんですよ。それ本質はつかないですよ。って。松野さんの悪い癖ですよ。すぐ本質つくの。いや、俺ね、なんかジメッとで、うん、でもジメッとしてるやつの方が、ものすごい一晩で女の人をやり捨てたみたいなイメージつきがちじゃないですか。あ、そうですね、うん。で、スポーツ感覚の人は、あの人はしょうがないよみたいになるじゃないですか。わかる。そりゃそう。得ですよ。だからもう風俗しかないのよ。で、それで風俗行くことを責められたら、俺はもう戦いますよ。何とだ一番の正義だと思ってるんですよ、俺風俗行くこと。傷つけたくないから、傷つけたくない。
ところで、うんはあ、そうですよね、うん、で俺がまたでもスポーツ感出したらなんかまた頑張ってる感出るでしょうね、うん、だからもう、まあ、だからその、まあ、周りの協力も必要だよね。うん、そこはだからそんすごい手だれみたいな感じで喋ってくるじゃん。いや、それはそうです。やってんの実際。何人ぐらいの経験人数なの、はい、春日は。あ、それ俺聞いたことない。何なのさっきから。じゃあ何人抱いてんの春日は。改めて聞くと面白いですよ。春日の。ちゃんとした。ちゃんとした。いや、これマジでちゃんとしたの。じゃあ分かった。はい、ガチで、じゃあもう俺も言います。若林さんも言いましょう。言いましょう。ガチで何人か言おう。わかりました、わかりました。うん。ええ。ガチで言います。どうだ、俺ら、多分、春日のが多いんでしょうね。俺相当少ないです。あ、そうっすか。ガチ。ガチで言いますよ。はいはいはい。俺、なんなら好感度上がるぐらい少ないです。はいはい。俺10人です。あー。これはすごいな、マスノさん10人。俺10人です。いや、確か10人です。はい、10人。でも芸人の中だと少ない方になりますからね。相当少ないですよ。まあそうですよね。年齢的なものも考えて。そうです、そうです。で、だってもともとだって、交際含めてですから。はいはい、が、4人とか5人とかですから。ああ、うん。お持ち帰りパターンだとか、そういうのがもうほぼないんです。はい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 、はい。ね。意外とちゃんとしてるでしょ、俺。いや、ちゃんとしてる。してますね。はい、これ俺ガチ言いました。はい、若林さん何人僕ね、これ、じゃあガチで言いますね。はい、僕、15人なんです。こないだね、夏ね、夏数えたんですよ。夏海の家で芸人で4人で行って、ちゃんと数えようっつって。15だったんですよ。15。はい、あ、でも、多分少ないです。芸人ではかなり少ないですよ。なるほど、なるほど。うん。で、それは15人っていうのは、はい、まあ、でもまあ、交際もありますしね。交際もあって、もう半々ぐらいですね。7人付き合って8人。うんうん、そうそう、俺もそんなもん。はい。うん。だまあ、この辺が俺ら、まあ、いわゆる、まあ、人見知り芸人だとか、はいはい、女の子苦手芸人って言われて、はいはい、なんだかんだで遊べない。はいはいはい。ね、はいはい、AV とかそういうのばっか見て、はいはい、満たしてる人間の、芸人の中では少ない人だ。なるほど、なるほど。さあ、春日、スター春日。よく抱いてると噂の春日は何人抱いてんの、ええま、23ぐらい。そうでもねえじゃん。中途半端なとこ来たな。しょうもねえ数字だな。しょうもねえ数字だな。何よく上から物言えたな、こいつ。いや、でも多いじゃないよ、こんなの。一番。一番多いぞ。全員やって、そんな大して遊んでねえよ。23か。ないですよね。やるな、数字。まあまあね。以上この時間のニュースとお天気でした。ありがとうございました。桜橋ですか。春日さんね、ええ、今すごいムキムキなんです。ええ、いい体してる。すごいですね、筋肉が。女性からどうですか。やっぱこういいなっていう感じなんですかね。やっぱり筋肉あった方がいいですよね。やっぱりそうですね。我々のようなふにゃふにゃ、どうですか。この子、あ、すごい、この上腕二頭筋ですか。触ってきますか。あ、いいですか。あ、やっぱこうなるんだね。春日さん、ちょっと抱いてあげてください。24人目に。ないで本当に。ありがとうございました。バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。さあ、今夜のゲストは、オードリーの若林さんと、経験人数23人の、春日さん。さあ、春日を。トゥースね、よろしくお願いしますね。23人抱いてるっていうことで。なんか言わなくていいですね。必要だよね、トゥースも。23人だ。これまた次来てもらった時に、何人増えてるか。そういう定期検診だね。そんなにいらないですよ、そんなに。3人で言い合いましょうよ。25人です。増えました。定期的にやってね。松野さん急
に増えたなみたいな回もあるかもしれない。この夏何があったんですか。楽しいですね。これ好きですね。さあ、そのオードリーの二人から告知があるということで。すいません。この間ですね、東京国際フォーラムでやった、日本放送開局60周年の、オードリーのオールナイトニッポン5周年記念の DVD、もうライブの DVD が11月8日に発売になりますので、裏側、ステージ裏側などの密着も入ってるんで、ぜひよろしくお願いします。そして今週土曜日のオードリーのオールナイトニッポンの、スペシャルウィークゲストがヒロシさん。あ、そうなんです。ヒロシさん懐かしいですね。なんか相当なんかこじらせて、妬みをこじらせてるらしくて、テレビ、テレビ出てる人に対して、はい、それをちょっとじっくり聞こうじゃないかっていう。確かに聞いた方がいいですね。あと、経験人数も聞きます、ね。いや、あの人絶対抱いてますよ、だって。なんかちょっと ね、かっこいいですもんね。かっこいいし、だって、一時期、バーンって言ってましたから、ね、ホストとかもやってたから、ね、ホストやってたんだ昔。そうですよね。だから結構、多いかもしれないですね。わ、はい、かりました、うん。じゃあちょっとおいっぱいね質問がね、はい、来てるので読みます、はい。ラジオネーム、キモショ。若林さんはよく風俗に行かれるみたいですが、はい、良い風俗店と悪い風俗店を見抜く方法を教えてください。あ、これはねすごい簡単ですね。スケジュール見て、目当ての女の子がいるんですね、僕。はいはいはい、で、その子が、まだ予約埋まってないですかって電話した時に、はい、ボーイの対応がいいかどうかですね。これ、いや、それね、どう、正しいこと言ってるでしょ。予約していくの、若林さん。そうです。フラッと行くんじゃないんだ。あ、飛び込み派？いや、やっぱさすが春日ですね。僕ら怖いの失敗したくないから。あ、そうなんですか。予約するんですか。新規のお店なんかはもうまず、本当にリサーチして、口コミ見て。へ結構時間かかりますね、そう、行くまで。かかります。あ、そう。そこも引くのって楽しいから。はぁ。あんまり流行ってる店だと、やっぱボーイが天狗になっちゃってたりする。どんな悪い対はどんななのよ。バードもね、電話出て。だから、今日ダメですね、みたいな。もう別にお前が来なくてもうちは儲かってっからって。そうなんですよ。ちょっと天狗になっちゃってる店。そういう店は良くない。いや、結局。女の子にも。女の子も良くない。なるほどね。で、だってね、飛び込みなんか言ったら、それは外れも相当あるでしょ。さすが、まあだから私は、だからそこが、そのね、うん、スペシャルマッサージがあるかどうかっていうところなんで。そうか、そう、ドキドキ感もひっくるめて。そうですね。だからこそ、当たりだった時の喜びが人仕様。こんなところに新しいエステ店がって言って。もうエステばっかやってんじゃん。いや、そう、大体エステなんで。コンパやってエステ行って。めっちゃ遊んでんな。めちゃめちゃ遊んでんな。いいで、23人か。いいだろ、大したことないくせに。いいでしょ、入ってるくせに。一番多いこんなの一番多いんだ。打率低いぞ、お前。ねえ。だから私は下だ。結局、ねえ、偉そうなこと言ってるけど、結局やってんのはエステじゃねえか。成功してんのはエステじゃねえか。そんなことはないよ。一番多いでしょ、こんなの。ああ、そう。え、若林さんは、どういう種類に行くんですか、はい、僕はね、その日にもよるんですけど、うん、まあ、普通のヘルス、うん、それから、まあ、デリバリー系、うん、のもありますし、はいはいはい、あとそうね、マスノさんにちょっとおすすめしたい、その、ハンドヘルスで、ハンドヘルスっていうのがあって、うん、はいはい、ハンドだけになると、すごく女の子のクオリティが上がるんですよ。うん、あ、そっか、はい。間口が広くなるからね。女性が働くための、うん。うん。でもあれみたいですね、山ちゃんにも、はい、俺は、ここの店もみんな買いからって勧めるけど、はい、友達の芸人が行った店に、はい、同じ店行きたくないみたいですね。あ、そうなんだ。それどうですか、俺全然ありです。全然ありだし。全然ありですか、うん、俺はあんま気にしないし、はい、なんだったら、その、若林さんが、はい、よく、お願いしてる人。そんな、いいんなら。それ同じ人でもいいってことですか？俺は別に構わない。お店どころか同じ人でもいい。同じ人でもいいし。もちろんそのね、赤林さんどうですかと聞かないよ。聞かない。もちろんそこはもうね、ちゃんと、そこは守りますよ。でも想像しません？若林さんと同じ子だってなった時、若林さんも、あ、この手でとか。いや、でも、ね、若林さんがいいって言うんだったらもう、そう、実績があるから、信頼でおけるじゃないですか。ああ、なるほど。多分、はいはい、こういうの嫌だなっていうのは絶対一緒だと思うから。はいはい。うん、いや、でも一回あったんですよ。なんか、ビッグスモールンとか、カスガとライブ終わって、うん、深夜に、ヘルス行ったんですよ、うん。で、みんなで出て、お前の女の子どうだったって特徴
と聞いてたら全員一緒の女の子だったって、夜だから、一人しか入ってないから。一人で切り盛りしてんだ。その子が回ってったって。俺はだから、ちょっと、それはちょっと嫌でしたけど。あ、まあ確かにね。あ、でも、あの一緒になる人にもよりますね。人にもよる。はい、人にもよる。若林さんはいい。はい。山崎さんは嫌だ。なんでしょうね。なんでですかと同じじゃないですか。わかるなぁ。あ、山里さんもちょっと嫌だ。本当ですか。なんか、ね、なんでしょうね。なんかあんま無茶してなさそうというか。まあ、そういう子に対して。綺麗に渡してくれそう。綺麗に使ってそうな。なるほど。なるほど。そう、めちゃくちゃされた後だとやっぱりそうですよね。まあ、あんまなんか何させられてるかわかんないから。キーパーグローブじゃなくて。あ、まあ、前ならまあいいよ。そう。まあ、なんとなくちゃんとマニュアルの中で、はいはい、きっちりお客さんとして、ね、気持ちよく、ね、渡してくれそう。だから、あったら別に。いや、その、ハルドのいいのが、はい、ヘルスだとこっちも頑張んなきゃいけない時、アグレッシブな日はいいんですけど、はいはい、滑りすぎて、反省しすぎて何もしたくない日があるんですよ。はい、マグロで痛い日があって、はいはい、その時にハンドをすべです、ね。わかるぞ。結構じゃあ自分からアグレッシブに行く感じなんですね。アグレッシブに行く時もあります。そういう気分の時も。これはいい仕事した後は。あ、なるほど。調子乗ってるからね。調子こいて。腕あると思っちゃってる。それを沈める意味でも。それをやる権利があると思ってる。権利があると思ってる。わかるわ。あ、でも俺全然行けないんですよ。あ、そうですか。もう、恥ずかしくて。あ、なんか、いや、もう、そこにね、行く時点で、おかしい、もう矛盾してるんだけど、なんか、どっかで、あんまエロいと思われたくないし。いや、これあるんですよね。ね、俺もわかる、それは。なんかね、こう、ね、でも触れないというか。風俗上漫才っていうのをやった時に、アンケートで書いてあって、あ、それ見て俺気持ち改めたんですけど、あの何回も常連なのに、二回目なんだよとか言うと、うん、女の子の待機場で喋ってるから、うん、あるあるらしいですよ。あの、数を少なめに言うって男が。だから、その、先輩に連れて来られたんだよとか、なんか、言う人が多いとか書いてあって、でそうするとまた俺頭ごちゃごちゃして、うん、あんまりエロいとも思われたくないし。そう。なんででしょうね。あそこ行っときながら、エロいと思われたくないんですよね。なんか、なんやかんやあって、ひょんなことからここ来ちゃったっていう風に言いたい。そう。もうしょうがなしに来ちゃって。がっちりしとる。誘惑までした。そんなに思われるわけないじゃないですか。予約しときながら、もう予約っていうかなんかわかんないけど、迷い込んだ体で行きたいんですよ。予約してんじゃないですか。もうあれ、行くつもりじゃないのに、向こうからかかってくるようになっちゃいましたもん、俺。電話。誘いの？今日はあの子入ってますけど、どうぞ。あ、もう時間はい、ということで、今日のゲスト、オードリーのお二人でした。また来てください。またぜひお願いします。ディミトリフロムパリスで沖縄ラブフューチャリング棋戦、堀野。さあ、それでは、紹介しましょう。お友達の、オードリーの若林さんです。よろしくお願いします。お願いします。若林です。まあ、仕事ではね、はい、よく一緒になりますし、ね、はい、はい、まあ、今回は、はい、オードリーのお二人じゃなくて、はい、春日さんが、はい、まあ、面白いボケを今やってらっしゃるという、何やら面白いボケを、そうですね、イタリアまで。壮大なボケを、はい、はい、お金のかかった、はいはいはい、やってるみたいです。体を張ったボケを。今ちょうどビジネスクラスで帰ってきてる。あ、そうなんですね。はい、はい。ビジネスクラスで。クラスで。なるほど。はい。あ、じゃあちょっと結果も楽しみですけどね。いや、そうですね。なるほどね。で、はい、まあ、で、いつもはまあ、このラジオに来てもらうときはまあ、だいたいまあ、春日さんがメインで。点検をしてもらってるんですね。そうですね。松野さんに。大体まあ、で、うん、そこで、まあ、はい、その、引率じゃないですけども、はい、若林さんが、その、はい、いていただくっていう形なんですけど、はい、今回はもうメインで。若林さんで。初めてですかね。で、やっぱ、ね、でも、他の仕事で一緒になるのって若林さんじゃないですか。はい、そうですね。で、大体まあ、こう、闇4だったりだとか、はい、闇トークの、はい、ああいった企画。闇くくりの時は。闇くくり。一緒ですもんね。大体まあ、話すとしたらちょっとこう、静止臭い話が多いじゃないですか。そうですね。でも今日はせっかくなんで、はい、もっとこう、はい、素顔に迫っていこうと。いや、若林さんも。いや、そういうんじゃなくて、言ってもね、言っても、他の番組で話すときは、どっかで、武装してるんですよ、はい、我々。いや、まあそうですよね。ね。はい、ちょっと、コミカル、
コミカルタッチなんですよ。はい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 、はい。誇張したりだとか。はいはいはい。で、照れ隠しにわざと、下ネタに持ってったりだとか。いや、参ったなー。ね、卑屈な方に持ってったりとか言うけど、はい、今日は本当にその、若林さんの、恋愛感だったりとか。いや、それ、興味ないですよ、誰も。いやいや、もうそれはもう、どこでも話してないでしょ。恋愛ですか？言ってもね、はい、オードリーの、ラジオでも、はい、もしかしたらそういう話をしたかもしんないけど、はい、でも、春日さんいて、はいはいはい。ね、はい。のトークだから、多少照れもあるだろうし。はい、いや、じゃ武装してんすよね。本当に俺。ですよね。はい。僕もやっぱ武装してる部分があるから、はい、わかるから、まあ、リスナーはやっぱり今日こそは、今日こそは素顔に迫ってほしいなっていうのがね。素顔なるべく見えないように、うん、MC の仕事増やしてる。いや、俺、あれ素顔で仕事できないですよ、ね。違う違う違う。若林さんは、はい、今いくつですか？僕36です。36でしょ。そろそろ新しい一面を、はい、いやでも人間、人間らしい部分を出していった方が、そんな真実もあるんですか、今日。仕事が増えると思います。あ若林ってそんな一面あんだとか、どっかでちょっとやっぱ、なんかね、はい冷たいイメージもあったりするというか。ありますね、あります、あります。はい、ね、ひねくれすぎているイメージもあると思うんですけども、はいはいはい、そんなことないぞと。あったかいよと。そうなんすか？若林だって、はい、愛を語るんだぞっていう。いや、ちょっと一番苦手かも。誰かの悪口言って帰ればいいんだと思ってたら。違いますよ。そうじゃないですね。違いますよ、もう。それはもうそういうのはもう散々話してるじゃないですか。で一番苦手じゃないですか、マスノさんも俺も。一番苦手ですね。もう。感動系やったことあります？ないです。ないですよね。ないですね。この話も来ないですもんね。来ない。見えないから。子供たちと何か作るみたいな。ないですよね。ないです、ないです。いやー、それは避けてきてんのかな、もしかしたら。で、俺らも、はい、ね、例えばまあ、お茶することもあるじゃないですか。はい、この間とかも俺の作業場来てくれて結構朝まで喋ったじゃないですか。はい、朝まで喋りましたね。5時間ぐらい喋りましたね。結局人の悪口だったでしょそうっすね。二人っきりだとそうなっちゃうんです。はいはいはい、はい。やっぱこの場、俺もだから知らないから、はい、ところで若林さんって、どんな恋愛してきたんだろうなって。と、ああ、話したことないですよね。ないですよね。ああ。なんか、ね、結局、なんかロケバスとかで聞いたりしても、はい、なんか風俗の話だったりだとか。はい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 、はい。ね、下水話だったりするじゃないですか。はい、そうじゃない。もう今日はもう、そう、下ネタもいらないです。嫌だな。一番嫌ですね、そう考えると。下ネタって一枚バリアできるのかもしれないですよね。確かにそうですね。なんか。風俗の話とかは。強がりですもんね。強がりなのかもしれないですね。強がりですよ。どうなんですか？わかんないです。俺も慣れてないから、振り方がわかんない。いや、俺、マジで、どこでも聞かれたことないですよ、プライベート含めて。本当ですか？真面目な恋愛の話とか。ほら、なんか、取材とか受けるじゃないですか。いや、ないっすね。あ、ないですか？ないです、ないです。確かに。今までどんな恋愛してきたかとか、ああ。聞いたことないですよね。一回女性誌のそういうのは、やらなかったですもんね。やっぱ無理だから、ってことで。無理だった。恋愛を語るなんていうのは。あるはあるんですよね。恋愛ありますよ。で、だから、はい、やっぱどっかでね、はい、僕も、そういう目で見てる部分あるから、はい、なんか、よく闇4とか言うじゃないですか。はいはい、坂上さんはまあ別として、大人だから別として、やっぱり若林さんと山里さんは、はい、ちょっと俺もう無理だろうなっていうのがあるんですよ。ね、視聴者の方にね、はい、イメージしてる以上だぞっていう闇は。はいはい、あれはまだ、可愛らしいデコレーションしてるけど、ね、テレビ用に。俺だから、はい、そういう、本当に、はい、彼女といる時とかって大丈夫なのかなって、はい、笑ってないんじゃないかなみたいな。なるほどな。そうっすね。ですよね。もう欠けてるっていうイメージなんです。今のところ。今のところ欠けてるってイメージですよ。あ、はいはいはい。女の人に対してものすごく、こう、冷たいというか、はい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 、どっかでも自分好きで付き合ってんのに、はい、なんかちょっとした行動に対して、はい、うわ、何こいつみたいな。いや、それはないんですけど。まあ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 っていう、ほら、付き合ってると、ね、そういうのもひっくるめて、はい、ね、こう、愛するみたいな、はい、って言うじゃないですか。はいはいはい。そういうのなく、はい、もうちゃんと確実に、はい、もう平等に他の人に対して、同じ、はい、なんか減点するというか。
いや、俺意外とそれはないんですけど。あ、そうなんですか。でも、男子校の、この年で男子校関係ないかもしれないです。どうしていいかわかんないですよ。例えば、うん、海に二人で夏の夜、うん、花火しに行ったとするじゃないですか。はい。で、これが同期の芸人とだったら、はい、例えば3メートル以上離れてくださいっていう花火があった場合、うん、じゃんけんで負けたやつから 1メートルから、お前は、うん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 、お前2メートル、俺3メートル、そういうなんかね、悪ノリが始まりますよねみたいのがあると花火できるんですよ、うんうん、ただ普通になっていく花火はそもそもそれはもともと間違った使い方じゃないですかえ嘘その花火の使い方は間違ったってそもそも禁止されてるねいやちょっと兄貴、もしか、もしね。え黙って線香花火できます？女の子と二人で。え？できないでしょ？いや、僕は、はい、あしたことはないです。今のところ、まはいはいはい、経験としてね。はい、え、あります？いや、だから、女の子と二人で花火しに行って、うん、結構前ですけど、うん、どう花火していいかわかんないですよ。どうかな、ま、火つけろよ。いやいや、火つけて持ってろよ。いや、真面目に火つけて、シャーって出てる。乾燥乾燥。煙とかすげえ出てて、まともに食らってるんですよ、女が、ま。めっちゃ彼女に当たってるっつって。すげえ煙の中いるじゃんと思って。それは煙をこうやってどけてあげなさいよ。あ、こっちは風向きがこうだから、こっちに来な、みたいな。それが、うん、それが普通の彼氏。え、そう。で、それで、すげえ煙浴びてんのに、すげえ普通の顔してんじゃんとか言えないじゃないですか、女の子に。言わない。俺、それがもう難しくないですか？こんな難しい。それはいい、それはいいじゃん。すげえ煙浴びてるね、でいいじゃないですか。いいじゃん。あはははは、みたいな。あーってなんのかな？あーあって、はい、それはそれとして、やっぱ、彼女が煙まみれになってるから、どければいいじゃん。いやー、できる、できます、花火持ってなんか、女の子が、こう、残像でハートみたいの書いてんのを。なんなんそれって言っちゃいけないじゃないですか。俺も残像でハート作るやつとは付き合わない。ね、でも真面目にやりますよね、女の子って花火。もう普通に綺麗っつってやるんじゃないですか。いや、俺だからそれがもう無理で、だからちょっと正直、マスノさんにさっき言われたのもちょっとあるかもしれないです。本当やばいかもしれないですよね。やばいでしょ。真面目にご飯食べられないですよね。ですよねって言われても、いや、俺は真面目にご飯食べますよ。あ、そうなんですか？どういう、何なんですか？彼女と真面目にご飯って普通に飯食うだけですよね。なんか、その、なんて言うんだろうな、演出しなきゃいけないじゃないですか、やっぱり。せっかく来たんだから。何すか、演出って。なんか多分俺、若林さん、そもそも今さっきから言う、何々しなきゃいけないじゃないですかっていうの、なんかあるんでしょうね、マニュアルが。いや、それ通ろうとしてるからじゃないですか。なんか、泣かしちゃったりしたことがあるんですよ。バイトとかしてて。うん、はい。だから、なんかそういうのが分かんない。バイトとかしててない。あ、なんか。ああ、彼女の誕生日の日にバイト入れちゃって。はい、バイト仲間の女の子で全然付き合ってたりしないんですけど、はいはいはい、なんか、すごい頬骨出てる子がいて、うん、自分でギャグにしてたんですよ。はいはいはい。私、いやいや、アドレスが頬骨何々なのみたいな、うんうんうん。じゃあギャグにしていいんだみたいなことで。うんうん、なんかで流れで、なんか、カンナで削ろうかみたいなことを、バイトの休憩中行ったら、急に泣いちゃったんですよ。うん。なんだろうな。23歳だったんだ。確かに本人が言ってんだったらもうそこいじってありなんだって思いますね。ですよね。あ、武器なんだって思いますもんね、こっちはね。ですよね。で、なんかそういうのが、なんか、うん、どのぐらいのアクセル踏んだらちょうどいいのかがわかんないんですよね、うん、アプローチが。なんかバイトで電話したんですよ。明日何時ですか、はいはい、みたいな。で、このラジオ、僕のオールナイトでもよくあるんですけど、ガチャ切りあるんですよ。向こうが話してる途中に切るみたいな。はいはいはい、男子同士だとやるじゃないですか。うんうんうん、で、バイトの女の子が、時間がわかったんで、うん、なんか喋ってる途中に、ガチャ切りしたんですよ。で、その後バイト先で号泣して泣いちゃってたらしいんですよね。うんうん、で、次の日バイト行ったら女の店長にめっちゃ切れられて、うん、でもガチャ切りっていうものがいけないっていうのがわかんないじゃないですか。それ、相手によるじゃん。だから、実はそれもあるんですよ。その距離感でしょ。ガチャ切りしても、いや、でも、OK な信頼関係を築く、気づくべきなんです。気づいとけばいいんですよ。気づいてない。早い。ガチャ切り早い。ですタイミングがその人とちょっと待ってください。松野さんね、はい、今ですよ、はい、休みの日がたま、はい、たまたまあったんですよ、はい、で丸一日休みで女の子と、はい、まあ鎌倉の方行って、はい、ぜんざいみたいのを食べてね、うん、
もう全財みたいな言い方がもうちょっと全財をバカにしてるもん。してそれは全財を食べるっていうこと。それは良くないですよ、マサさん。俺は全バカにしてるもん、全財を。鎌倉からちょっといじってるもん。もういじりに行ってるもん、車で。いじってないですよ。全財みたいなの食べて。全財でいいじゃん、全財なんだよ。みたいなのって言い方が全財との距離取ってるもん、だって。水族館風情に行って。ほら、おかしいもん。行くでしょ、それ行けばいいじゃないですか。生しらす丼ごときを食べて、花火なんてものを、はい、夜やる一日って、はい、真面目にできますそれ。真面目にってなんですか？いや別にそこに、ちょっとしたね、笑顔はありますよ。で、なんかこう、真面目に、なんか笑うの我慢できず、我慢せずにできます？何で笑うんですか？もうそのルートにもちょっと笑ってるんですか？そのコースに。だって、エイとかが、はい、ふわーって泳いできて、女の子が見上げてるんですよ。見上げるでしょ。上に行ってんだったら見上げるでしょ。ふわーって、裏面に顔がついてる。ふわーって、真面目に、ね。なんか俺一日、だから、なんか途中でなんかもうそのビッグスモールンゴンとかになんかやっぱ暴言吐きたくなっちゃうんだよな。いや、それ言うと例えばね、映画面白ければ、言えばいいじゃないですか。すっげえ下向いてないあいつみたいな。それで。共感でしょ。言ってくれんのかな、女の子が。本当だねって言ってくれるのか。まあそこでまあね、共感できるのかわかんないですけど。ああ、そうか。なんか。それを、A と彼女もろとも一括りにして、俺以外の鎌倉みたいになるからダメなんでしょ。ああ、それは彼女だってもしかしたら、ね、彼女も別に外からそこに鎌倉に来てるわけだから、はい、ね、あ、A コーナーなんだ、下向いてんだ、みたいな。はい。すげえ泳いでるって思ってるかもしんないじゃないですか。そうですよね。A ともう全部グループにしちゃってるもんだって、彼女を。彼女までなんか滑ってる感じにしてるでしょ。ダメですよ、これ。真面目な顔で見るんですよ、ね、バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。ここで気象に関する情報です。広田さん、お願いします。はい。先ほど9時20分頃、銚子地方気象台から警報が発表されました。木更津市、鴨川市など、千葉県南部に大雨洪水警報が出ました。雨のピークは今夜未明から明け方とされています。低い土地の浸水や河川の増水に十分に警戒してください。以上、気象情報でした。この番組はインターネットでも聞くことができます。パソコン、スマートフォンからアクセスしてください。詳しくはラジコで検索。バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。はい、引き続き若林さんのね、はい、恋愛感について、ね、なんでこんな回なんですか。いや、もうこれは、はい、今までは、はい、いろんな括りで一緒になり、はい、ね、はい、闇4だとか、はい、いろいろまあ割と基本的には共感のスタンスでやってきましたけど、はい、俺今日若林さんを突き放します。はい、ちょっと待って。俺今日ここで、俺だけ、ちょっと好感度というか、あ、ここではっきり分かれるんだ、若林とバカリズムってっていう風にも、なっちゃいますね。でね、うすうすは、はい。感じてる部分はあったんですよね。たまに女性の一緒の番組で、タレントさん、はい、ゲストとか行ったりして、はい、こう結構こう、スーッとこう会話に、はい、増野さんしてるなと思って。うんうんうん。で、俺と山ちゃんとか横いますもんね、やっぱ恥とか。ああ。まあでも山ちゃん俺よりマシなのかな。そうですね。あの人はちゃんとそこ分けて、はい、結構女性タレントさんとかとも、こう、話してますね。そうですよね。うまくやってますよ。まあ、実際、こうね、心の中というか、中身は真っ黒ですけど、そうですね。道をちゃんと大人としてやってるけど、でも自分でももう怖いですよ、もう。で30代、うん、初めの頃人見知り芸人出た時って、はいはい、30代ちょい前半ぐらいだったじゃないですか。前半ぐらいですよ。40代でこれ言ってたら、うん、
って気持ち悪いですよね。気持ち悪いですよ。俺もだから良くないなと思って。いや俺だから辛いんだよな。だから俺も、最低限職場、ね、仕事場では、ある程度はこう喋ろうとか、やっぱコミュニケーション取らないと、ね、どうしても成立しない現場で、俺ピンだから、そうですよね。飛び込むしかないんですよ。そうですよね。慣れてった部分もあります。まあもちろん根っこにはあるんでしょうけど、恥ずかしいとか。でも基本的にはもう慣れはありますよね。ああ、なるほど。だからもう、そこで多分徐々にこう、俺も意識してたから。若林さんもそこに今ずっとまだ、あの時と同じ若林さんですけど、ね、俺はもうちょっと。まだまだ、もう意識して。そう、もう、もう綺麗な体で俺40代迎えようと思ってるんですよ。みんなと同じ。綺麗な体で。綺麗な体で、もういろいろついてるから、真っ黒いものが。なんだろう、何がいけないんですかね。でもなんか噂によると若林さんなんか最近犬を飼おうとしてるっていう。はい。それどうなんですかそれ。犬飼おうとしてて。そう、どういう、寂しいんですか？なんか。諦めですかもう。いや、諦めてないですけど、うん、なんか、犬、なんか自分以外の命が部屋にあってほしいなと思って、うん、やっぱり。どういうことですか？いや、なんかいよいよなんか何もすることなくて、うん、家で犬の立場になって考えてみたことありますか？そういうモチベーションで飼われる犬、はい、自分が犬だったとしましょうよ。いや犬自体可愛いですよ。え、犬は可愛いですよ。みんな犬は可愛いですよ。はい、はい、ね、はい、でペットショップでね、はい、檻に入って待ってるんですよ。はい、って時にもう本当に犬が好きでとか、はい、ね、昔から好きで、いつか一人暮らししたら私飼いたいんだっていう女の子。はい、多分みんな幸せですよ。はい、ね。それと、なんか、自分以外の命を、うん、が家にやっぱあった方がいいなっていうぐらいの感じ。うん、で、もう人間とろくに喋れねえから、最終的に犬に来たみたいな人に連れて行かれる犬。いや、確かに、ちょっと、ぐうの音ない部分は、ぐうの音も出ない部分あって、うん、1時間、代々木公園で散歩できるっていう、店で犬を借りて散歩してたんですよ。うん、リハやってんの？リハやったんですよ。で、もうめっちゃ楽しくて、はい、犬と一緒に。で、あれ、話しかけてる人いるじゃないですか、犬に、はい、自分家の、はい。それを突っ込んできた側でしたけど、はい、めっちゃ話しかけて。犬には思わないんですか？だって、A がふわーって泳いだだけで笑っちゃうのに、はい、うわ、すげえ、他の犬の肛門嗅いでんぞこいつみたいな、バカじゃねえのみたいな、思わないんですか？犬はなんかちょっと無邪気に。すげえ何でも口にするわ、こいつ、みたいな。それはでも。ピーンってなるんですよ。ピーンってなりますね。嗅いどいて、嗅いどいて何もしなかったんですよ。なんかし、なんで、何もねえのかよ。嗅いだ以上何かしろよ。いや、でも、なんか、はい、で、俺結構話しかけてて、はい、そのベンチで座りながら、はい、しかしなんだよな、はい、この間の収録みたいな。え、犬に？犬に。ほうほう。だから、そこ。いや、これは良くないなと思いました。もし買って、帰りますよ、もう。飼って、家帰って、うん、俺のそればっか聞いてる犬かわいそうだなと思って。毛抜けますよ、多分、それ。そういうネガティブなものばっか。ところどころ。ところどころ。超かわいそうじゃないですか。俺も飼ったらもう多分もう結婚できないと思うな。若林さん。そうですか。で、結婚体制に入ってます？もう、なんだろう、腰の落とし方とか、マスノさん。もうずっと、それはもうずっと中腰ですよ、俺もう。マスノさんね。5年ぐらい前。いや、俺、一緒にさせてもらいますけど、はい、俺とマスノさんに、ご飯炊いて味噌汁作って魚焼く女っているんですかね、世の中に。世の中に？世の中に。いると思ってるからずっと中央しましょう。いないって分かったらすぐ立ちますよ。今までいましたもんだって。同棲してるんですもんね。そうそうそう。もうそこはもうまあね、若林さんがそういえばお前そればっかり言うなって思うかもしれないけど、ね、僕は同棲をしたことがあるんです。強いんだよな、カード。ピシャーって出してきますよ ね、そのカードを。同じ部屋で生活をしたことがあるんです。はい、はい、はいはい。まあ、愛し合っておりましたよ。あ、やっぱそうですか？そうですよ。いや、俺同棲したことないからな。はい。もう そこでも大きな違い。多分我慢できないでしょ？はい。ね？いや、無理なんだよな、一緒に住むのな。どこが無理なの？何が無理なんですか？なんですかね。ずーっと一緒に寝なきゃいけないんですよね。ん？毎日。いや、まあ、寝るでしょ、それは別に。寝るぐらいいいじゃないですか。
一緒にね。同じ布団で。あ、そうですか。なん、もう、暑苦しいんですか？いや、膝とかが当たるじゃないですか。まあ、それは当たるでしょう。当たることもあるでしょうね。どう考えても当たる。膝どころじゃないですよ。別にな、いろいろ当たりますよ、それは。ですよね。うん、なんかそういうのなんか気使うのも嫌じゃないですか、寝るとなったら。え、じゃあね、はい、まあこれまで、もう彼女とかまあいろんな人とね、まあそういう、はいはい、ね、夜の生活、はい、はいはいはい。ね、行為になったとしましょう。はいはい。もう寝るじゃないですか。寝ます、寝ます。それいいんですか？一日だったら大丈夫です。あ、もうそういうスタンスなんだ、もう。はい、エロいことしといて。自分の欲求だけは満たしておいて、はい、ね。え、ちゃんとその人に対しての好意があるから、そういう好意になるんだよ。好意があるから、そういうことをするわけですよね。それはあるんですよ。それはあるんですよ。ですよね。はい。愛おしいから、やるわけじゃないですか。いや、だから結婚してる人に聞くと、うん、なんか最初の方を、なんか家に帰りたく、なんかなくて、うんうんうん、なんかぐるぐる家の周りずっと歩いてたとか、言うじゃないですか。あれがもう一日で来る感じかもしれないですね。あ、そう、いや、結婚って、なんか、ちょっと、俺の中で別なイメージがあって、確かにもう、なんか、同性とかとはまたちょっとレベルが違うっていうのはわかるんですよ。なんか生活が縛られるというか。はい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 。ね、はい、もう本当に家族になるから、はい、あ、そう、やっぱそういうこともあるんだなとは思うんです。はい、はい、はい。同性で別に、ないですから、はい、俺はどこが当たろうと、はい、ね、はい、同じ布団で寝てどこが当たろうと別に、はい、あ、もうそれはそれで受け入れられる人間なんですよ。はい、あ、そうですか。いや、だから夜ね、トイレにもし起きたとしたら、うん、壁側に俺寝てるとした場合、うん、彼女が床側に寝てる場合、うん、あんまベッドを揺らさないように上を越えていったりしなきゃいけないじゃないですか。うんうんうん、そういうのを気遣っちゃうんですよね。ああ、それ自分があれだからですかね。そういうの気になる。自分逆にされたら気になる。そうですね、そうですね。あ、俺それが気にならないからだ。ああ、そうですか。寝つきがいい方だから。だから、本気で思ってんすよ。同じフロアの、隣の部屋に住みたいなって。うわ、本気なんですよね。うん。本気なんですね。で、それは、公共の電波だから、ちょっと大げさに言ってるとかじゃなくて。いや、俺本気なんですよ。で、フェアじゃないですか。うん、で俺、あ、だからなんか、今、会いたくないなっていう時には、俺鍵閉めてるから、ガチャッガチャッってなるじゃないですか。うん、開かないじゃないですか。うん、そしたら、諦めるっていう。で、それは俺もそうなんですよ。彼女と会いたいなと思って、ガチャンってなったら、うんうん、諦める。ただ、スーって会いた場合は、二人で会おうって。あ、諦めるって何すか結婚してるわけでしょ？はい。お互い好きで、はい、ずっと一緒にいたいからっていうことでしょ？はい、はいはい。諦めるって何すか？その、ガチャ、入れなかった場合、うん、あ、今彼女会いたくないんだな、俺に。なんか一人で何かしてる、うん。会いたくない。一人で何かしてんのか。ああ。自分が会いたくないどういう時ですか？いや、だからなんか、その、一本グランプリで4本だった帰りとか。ちょっと一人で、ハイボール4缶ぐらい飲みたいな、みたいな。まあ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 。なんか、あ、ちょっと、僕、うん、なんか俺って、なんかね、うん、負の方に自分の気が、うん、うん、ぐるぐる巻いてるから、うんうん、人を負に巻き込むところがあるなと思うんですよ。まあ相手も、はい。なんか悪い方に行っちゃうなっていう。巻き込んじゃうような気がするんですよ。あ、で、陽の人と会ってたら陽になるじゃないですか、うんうん、こっちも、うん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 。だからとんでもない陽の、俺の負を、もう消し去るぐらいの陽の人だったらいいんですけど。なるほどね。こんな話で大丈夫なんですか？俺でも、一個だけ、はい、これちょっと直さなきゃなっていうか、これ多分惹かれるかもしれないんですけども、はい、俺は風邪とかすげえ引く子大嫌いなんですよ。弱えって思っちゃう。いやでも俺分かる、マスノさんが。俺マスノさんがもちろん看病します、もちろん看病しますけども、基本的に何だろう、マスノさんが俺そう思うの分かるわ。足でまといだなって。極端な話、極端な話よ。極端な話。看病するし。いや、それはなかなかですよ、松野さん。看病するし、絶対に俺は、心配もするけども、ああどっかで、体、いや、俺は薄々。引きやすいよりも引きにくい方がいいなって思います。俺は薄々思ってたんですよ。やっぱ自分にも厳しいし、うん、嫁にも厳しいですよ、松野さん。自己管理って思う。
じゃあダラダラしたことか。こいつ変なタイミングでこれから風邪ひいていくんだと風邪ってタイミングってあるじゃないですか。なんかここで風邪ひくとか。俺は看病したいですね、そういう時は。嘘つけ本当です本当ですあーなるほど。ここだけじゃあ結構、うん、自分のコントロールもそうだし、メンタルのコントロールもできる方が、そうそうそう、すげえへこむ人とか、すげえへこむ人ダメですよね。ダメダメです。うわーみたいな。うわ、なんでなんだこいつ弱えとか。そこはまあ直さない。これから成長していかなきゃな。もちろんね、なんとかしてあげなきゃなって思うからこそ、はいはいはい、自分が心配性だからこその、そこ成長していかなきゃっていう。そう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 。はあ、なるほどな。ねえ、ちょっとこの後、10時から全国ネットで引き続きお楽しみいただくわけなんですけども、はい、ちょっと若林さん、ちょっとあのもう今日ずっと終わり前に撮っていただいて、はい、あ、そうそう、もう一人のゲスト、はい、ゆうさんが、はい、登場します。これちょっとこの後荒れますよ、はい、そうですね、大人の女性が来るわけですからめっちゃ怒られるんじゃないですか。俺ら多分ちょっともうズタボロされると思いますね今日今夜また苦手になっちゃった、ま、いや俺ユウさんも偏ってると思うんだけどな。ユウさんはどんな、でもなんか知ってそうじゃないですか、俺とかマスオさんに会う人がいるとかの、いい方の情報を教えてくれたりするじゃない。いつもなんか会うたびになんか怒られてる気がするんですよ。あ、そう、怒られてるんですか。なんかそれ、そういうのだから良くないのよ。ちょっとまあその辺もちょっと、はい、聞いていきましょう。はい、はい、ということで、一旦お別れです。この後夜10時から全国ネットで引き続きお楽しみください。ラジオネームデレクジーカーからのエロリズム論。28歳に見える45歳の美魔女より28歳に見える28歳の女の方が良い。バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。始まりました、バカリズムのオールナイトニッポンゴールド。有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで、夜11時50分まで生放送でお送りしていきます。全国の皆さんこんばんは。いつもは10時からなんですけども、今日は9時からやっておりまして、9時から日本放送をお聞きの方だけでしたが、ここから通常通り全国ネットで、放送していきます。9時からやっていたんですけども、そこでは、オードリーの若林さんをゲストに迎えして、もう今ここにいるんですけども、はい、紹介しましょう。オードリーの若林さんです。よろしくお願いします。お二人でね、はい、我々二人でいろいろちょっとまあ、話してて、普段なかなかね、はい、話せないようなことをせっかくだから語っていこうよということで、はい、まあそういえば若林さんの恋愛の話って聞いてなかったな真面目な恋愛観、いろんな番組で、はいはい、なんかちょっと心の闇だとか、はい、人見知りがどうだとか歪んでる部分を話しても、実際若林さんっていうのはもしかしたらね、はいはい、もっと、まあ、普通にやっぱこれも恋愛もしてきてるだろうし、はい、ね、ちゃんとやっぱ女性を愛してきたこともあるわけだから、はい、ね、その辺のことを聞いていこうと思ったらもう闇だらけまんまじゃねえかよという。いや、よかった。なんか、ね、はい、女性と水族館に行くやつの意味がわからない。いや、そんな言い方、真顔で絵見るやつは頭がおかしい。そんな言い方してない。それはよくネットニュースのやり方ですよ、それ。セカ数じゃないんだから。ダメですよ、松尾さん、それは。花火を黙って持ってる女、意味わかんねえ。ダメですよ、それは。よくない。二人きりで飯食ってたら規制を発したくなるとか。やめてください、タイトルで引っ張るの。ね、もう出るわ出るわで、なんかね、なかなかこうもうちょっとピュアな部分が聞けると思ったんですけども、まんまだったということで、ね、共感してる人はいないでしょうね、きっと。僕もちょっとどうなのかなって今までやっぱなんか共感しては来たけども、はいはいはい、ちょっとここに来てちょっと別れ始めてるかなみたいな、はい、まあ、僕もありますよ、いろいろ。でもマスオさんもおっしゃってましたよね、9時台で。え、女で風邪ひくやつはバカ。違う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 、クロージで出てましたよ、トピックスが。違う違う違う、それも見出しが悪い、見出しが悪い。よく引くやつは弱いと思う。読んでみたら違うんだけどな、言いたいことがってことなんだよね。まあまあそういうこともあって、はい、でこのあと、ゆうさんをお迎えして、ちょっとやばいぞという、怒られますよね。
まあ、いろいろやばいです。聞いてなかったから、うん、いい顔すれば大丈夫です。いや、なんかね、噂によると後半はもしかしたら聞かれてるかもしれないという。いや、怖っ。あそこの部分ですか、そう、あそこの一番やばい部分が聞かれてる可能性があるので、まあ、いろいろね、はい、まあ、大人の女性として、こう、意見をね。というか、まあ、教えてもらいましょうよ。はい。そうですね。ね、はい、そこも本当40になるから、はい、ちょっと俺は変わっていかなきゃまずいんで。いや、本当ですね。はい。はい、ということで、小沢健二で僕らが旅に出る理由。